はい、皆さんこんばんはー、こんばんはー、はい、ということでお願いします。はい、じゃあ本日はキコーナチャンネル、キコーナキレ売り割り店からお送りさせていただきます。お願いします。お願いします。よいしょー。アスなんかハレさんとね、店長久しぶりですけど。久しぶりですね。はい、3ヶ月ぶりぐらい。そうですね、前回は確か何やったっけ、リゼロとあんたリゼロ売ってたやん。リゼロと商売ロック。足りない。リゼロが全然足りない。朝まで売ったやん、ね、リゼロ。はい、実は今日もリゼロ打ちたいっていう要望があったんですが、はい、カット、ね、はい、カットさせていただきました。はい、ということで今日は、ベヒモスさんでよかったっけ。そんな感じやった。いつも忘れる。そう怪物みたいになってるけど。はい、ベヒモス、ハレさんとシゲ店長とよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。今日なんか遠くから誰かやってくるみたいな話で聞いてたんですけど、もう特別に、まあ、特別に、なんか北斗の雑魚がおるっていうふうに、ちょっと噂で聞いたんですけど。北斗の雑魚言うたらバレる。バレる。いや、わかんへんね。誰や、どいつやって、銃器持ってくるかもしれんけど、横でスタンバってますけどね。はい、どうします、呼びます。呼びましょうか。じゃあ、消毒してもらおう。はい、こんばんは。普通やった。お前や、ちょっと雑魚っぽく来るんかと思ったけど。はい、じゃあ、姉御も、はい、姉御まだって言われてるんで。はい、はい、ということで、本日は、キレ売り割りインターテンからも、来ていただくということで、この4人でやっていきまーす。よろしくお願いします。意外に初めてなんですよね、一緒にやんの。初めてですね。なんかそうみたいですね。うん、なんか仲悪い説出てたけど、そういうわけじゃないよね。大丈夫。はい、店長同士も派閥があるのかな。俺こっち派みたいな。そこら辺はちょっと大人の事情ですね。そんなことない。そんなことないね。誤解のせいといて。はい、一応ね、でも事務員のゆきちゃんはもともとね、綺麗売り割りにもいたので、はい、もうどっちにも精通してるということなんで。はい、今日はもう綺麗売り割りインター vs 綺麗売り割り店ということなんで、まさぎさんに関してはいつ裏切ってもいいかなという感じになると思いますけど。そういうパターンは。私もともとこっちやったからっていうね。そういうパターンもある。はい、パターンもあると思いますので。コーヒー用意しよう。コーヒー。はい。ホットブラック。ブラックで。ああ、わかりました。よろしくお願いします。今日はじゃあ4人でねやっていきますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあお知らせのところにあれば教えていただきたいんですけど。お、だから太鼓が、ハレさんの罠やな、これ。罠です。ハレさんの罠。だから、えらい、荒ぶり出した。姉子を拝めたから安心して寝れます。また寝たかいよ。今出たばっかりやで。まだ今から。あかんで寝たら。はい、今日はもう剛腕揃いなんでね、ノーヒットってことはないと思いますので、皆さん最後までお付き合いいただけたらと思います。はい。もうすでに荒ぼってるんで、そうそう、太鼓がちょっと荒ぶりだしたね。はい。じゃあ店長、なんかお知らせあれば、先に。はい、まあ、21日からですね、寝台、はい、まあ、10月の寝台も全部動き始めたというところで、はい。窓マギのパチンコ、寝台が2台と、はい。デビルメクライ、はい。とは、河原の良さのガオガオキングが。はい。はい、会見しましたので、一応10月寝台全部これで動き始めております。はい、わかりました。インターはどうですか、何かあります。インター26、はい、もう喧嘩しだしてる。かぶってる、はい、26日の土曜日ですね。はい、まだ20円ソフトコーナー装飾変更を行いますので、またぜひ皆様ご来店お待ちしております。グダグダでございます。まあ、よかったらゆきちゃんにも会いに来てあげてくださいね。はい、ぜひP ワールド等でもねチェックしていただいて、お店の情報をゲットしてください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日は関西放送では、4日連続になるんですけど、4日連続、まあ、窓間木の寝台、ラッシュがね遠いんですよ。いや、近い近い。ほんま319でしょ、うん、余裕。ほんま、当たりからまた通していかな。当たり前です。当たり前。70% でしょ。70%。そう、前作よりは 70% とはでも思えない。いきますよ。はい、一応ね、じゃあインターと売り割りと対決なんで、一応1台ずつは窓間木固定で、あとの1台、1台ずつはもう自由ということで、まあ移動しながら、はい、出玉を稼いでいってもらおうかなと思いますので、じゃあ窓間木を今日打つ人は、
きます。あ、じゃあ前回ね、あのインターでも北斗大爆発しましたんで、じゃあ牛島君と、晴れさんに窓曲げを頼みます。もうラッシュお願い、今日は頼む、ほんまにも今日でちょっと窓曲げ一旦お休みしたいんで、はい、ちょっとね、ちょっとやりすぎてるかなっていう感じがあるんで、じゃあとはゆきちゃんが岐阜どうぞ、はい、ライトミドルですけど、じゃあとちょっと頃合い見てちょっと変わるかもしれないと。ちょ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 それ、ね、お前ね、もう百レスケ暮らし私やるわー言って窓脇に行ってくれたらええかなと思います。はい、じゃあ店長が逆手の車、まあ隣なんでしょうがない、しょうがない、そうや絶そうやガンダム一択や、はい、今日はじゃあライトミドルとミドルと、出玉対決で、はい、とりあえずやっていきますので、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ早速、チリジリになってシダやっていきましょう。はい、お願いします。じゃあ僕あのリゼロ、そっちじゃないですおめえなリゼロほんま好きやな、リゼロめっちゃ好きやん、頼むわ、はい、お前頼む、そんな打ちたいん、今日リゼロそんな打ちたいんや、今日リゼロ打てる思ってたのに全然前回打ったやん、誰も言ってない、ね、前回打ったやん、音量どれぐらいがいいですか。音量はね、窓マギ2か3ぐらいでいけるんちゃうかな。あで、三橋さんの台が結構大きいので1ぐらいでいいかな。ニューギンさんがちょっとね、わからないですね窓マギを今日は当ててくださいというふうでね、言われてますんで、簡単っすわ、簡単、ここにリモコンください。あれやね、はい、失礼いたしました。じゃあ、私たちの、ね、画面見て右側が、キレ売り割りインターテン組ですね。で、左側がキレ売り割り組になってますんでね、頑張りましょう。窓曲げ当ててください、お願いしますお任せください。いや頼む、今日はもう剛腕揃いやと思いますので、いきます。はい、じゃあよろしくお願いします。もうなんか腕に風吹いてる気します、ね、早ない申し込んでんの早いな、簡単やな、まだ図柄も動いてないお前、ね、ただのあれやな、勘違いってやつやな。マミさんや、マミさん、ホームベース、そうさっきからねホームベースホームベース言ってるけど何のことやと思って彼さ、ホームベースってどういうことやった。もう顔の形よ、みんなホームベースに似てるよ、みんなホームベース輪郭が顔の形が、それ怒られるんじゃん、大丈夫ちょっと窓バギファン反感回想や、ね、誰がホームベースや、いやもう僕は リゼロだけ打てればいいほんま好きやなそうそう、ホームベースで初めて聞いた、ちょっと尖ってるってことでいいかな、顔が、いや当たった早い早い、当たったわ、あ当たったな、当たった風吹いてる、腕だもんな、簡単やわ、あんま、とりあえずラッシュ突入率が、まあ、前作よりはアップしてるそうなんで、そうですね、前に安くはなってると、ベヒーモス、リゼロ裏切った。いや、ほんまに裏切りやで、これ。裏切りちゃうわ。裏切りちゃう、反逆やから。反逆、なるほど。うまいな。おい、ハレ、リゼロ打ってきてええぞ。適当に早くラッシュ当てていこう。あ、そうやね。まあ、当ててくれたら別に。当てたらいいでしょ。当てたらいいよ。その代わりスロット打つために出玉減っていくからね。あ、やばい。獲得出玉も減るから。ちなみに負けチームは罰ゲームで、勝ちチームはご褒美ありますので、頑張ってください。やったー。ホールケーキって聞いてるんですけど。ホールケーキ、そんなん初めて聞いたけど。はよ言うて。サーティワンでアイスケーキ買うてくるところやったな。ご褒美なーに。ご褒美は後でじゃあ。お楽しみ。ちょっと、まあ、そんなに大したもんじゃないですけどね。思いついて買ってきただけなんで。シゲ店長は設定カンパもお願いしますこれはついてたっけ、設定ない、全部ないそうそうそう、ね、シゲ店長といえばね、淀川時代はもう設定カンパの番組やってましたので、ね、一番安定した情報を持っていただけるというねまあでも当ててはないですけどね、はい、全部近しいところで終わってましたけど、全部その情報を吸収して他の店長がヒントを得るというね情報屋さんでしたからね、まあ、あれはでもなんか癖の読み合いみたいな、そうですねどっちかというとほんまにずるかったけどね、面白かったけどね、周りの台予想しながら全然カンパしてる、ほんまに普通にうちに来てる人と同じような感覚でしたね、はい、視聴者プレゼントお願い、ただ窓マギラッシュ当てれんかったら罰ゲームでお願いしますやばいやばい、重たくないですか僕ら、いやいやほんとね、ごめんなさい、4日目ということでだいぶハードル上がりまくってるよね、いやおかしいやろ、やっぱね窓マギやっぱ寝台なんでね、こう演出が見たいということでこう結構たくさんの視聴者の方に集まっていただいてたんですけどね、もう残念ながら剛腕揃いとか言っといてもう嘘ついてしまって申し訳ないと思いましたけど本当に今日はでもね、今日こそはね、はい、今日こそはもう4回目やからね、はい、とりあえず当てたいなと思いますね、はい、
ちなみにそこの4人5時間ノーヒットだからなって言われてますけど、あ、そうですね、5時間はい、5時間本当に。初日がね、日曜日最速で窓まぎやって激アツ外してね、で月曜日は特に何もなく終わって切なで火曜日やっと当たったなと思ったらラッシュ入らんとそのまま永遠ハマるっていうね、もう辛くて。当たりはちょっと取りたいところ、ね、そうですね、まあそうですね、シャーとギフ同盟関してはライトミドルですので、まあこの2機種でちょっと出玉稼いでいってもらえたらなと思うんですけどね。頑張ります、はい、お願いします。あ、でももう当たるっすよ、店長。ライトやから言ってプレッシャーあるよねなんてなんて、ライトやからこそのプレッシャー。ああ、当たるやろうと。そこはね、今日はもう二人三脚みたいな感じなんで、まあまあゆきちゃんがダメな時はちょっと牛島君に頑張ってもらうという。頑張って、山下さんプレイヤーで俺あれ個人戦に変わる、もしかして、はい、岐阜もね、あの関西は初の放送になりますんでね、当たりみたいですね。悪魔ホムラ背景みたいんで晴れさんお願いって言われてる。一応8割らしいですね、出たらね。悪魔ホムラ背景、はい、多分転売してリーチ発展の時にあのボタンを押したら背景予告多分出るんですけど、その時に悪魔ホムラちゃんがね出る可能性があるということなんで、霊背景的な、まあそうですねでエヴァで例えたか分かりそう、8割やからな。今日は出玉対決、そうですね、今日は2人で、頑張って出玉ね当ててもらいますね。ベヒーモスはチュートリアル得意みたいに所属隠ししてないですか、大丈夫ですか。リアルタイムニュースなってた、なってた、なってた。これなんか裏事情を聞くと、あの得意さんがあれらしいね、その隠したというより申告をしてなかったらしいね。ちょっともう忙しくて3月とかやったかな、あの申告してなくて、来年しよう、再来年しよう、あ、その後しよう、まとめてしようと思ったら、8年分溜まっててドカンと来たらしいですね。だから連絡も来んかったから、そのままなんか言われるまでほっとこう思ったらえらいことなってたっていう。なるほどね、裏返ったらしいですけどね。ああいうね、芸能人の方ってまあ個人事務所持ってはるけど、税務所とか、税理士さんとかついてないんかな。いや、まあ全員にはついてないんじゃないですか、ね、あんだけまあでももう稼いではったら税理士さんつけた方がええと思うけどね。確かに、まとめて塩で8年は食べ過ぎ。あ、ちょっと待って、店長熱い、 あれ店長やばい。あ、店長それ気のせいなんですよ。気のせいちゃうよ気のせいなんですこれ、あ、激アツやで。え、僕も保留変化ってますよ。保留変化、これ当たるやつ、これ当たるやつ、これ当たるやつすぐ風来るんちゃうかな、これ。これスロットエンスね、だいたい緑保留やけど、風来るんちゃうかな、これ。ちょっとピーフラ回して。あ、風こんかったわ、こんかった、まだ分かれへん、まだ分かれへん。いや、シゲ店長の台はむちゃくちゃ熱いですよ。気のせいですよ。いやいやいや、気のせいらしいこらこらこら、当ててくれよ。外れちゃうんですよね。外れへんからまあ分かれへんね、これもリーチ次第かな、ね、シャーのね、まあ、始まりは緑、いつもここから。そうなんですよね、緑多いよな、いつもここからみたいなのがありますよね。なんで2回言うたなんで2回言うたよ、はい、まとめて塩で8秒でお前つするで、ね、ねえ、徳井くんは税理士つけてなかったからダメね。いや、普通はなんかつけてるんちゃうかなと思ってたんだけどね。まあこれでつけるでしょ、いやでもね、シゲ店長の設定録やな。あ、これ設定ついてたついてた、シャア設定付きあったんやな、うん。とりあえず緑保留しか出えへんから晴れ黙ろうぜ。はい、当たりました。あ、当たりました。早い。いや、さすがや、勝ったっすわまだまだ、待て窓まぎ頑張れよ。やったぜあ、これで旗当たり取りましたね。こっちメインちゃうから。そう一応今日はね、でもどっちもね頑張ってもらって出玉対決なんで、もう店長の画面一画面でいいと思いますよ。こら大変なことになってる。何お、スクランブル SOS。 ちょっと壊さないでゆきちゃん大丈夫、対応して、よし、店員さんお願いします。失礼します。さあ、シャーもラッシュ入るかなーって感じですかね。扉が開いています。いやー、窓バギ緑飽きたわーって。いけたかな。じゃあ、しげちゃんでもラッシュ入る前の出玉だけちょっと覚えておいてもらっていいですか。あ、何発とか。そうですね、はい、消化何発ぐらい、400発ぐらいかな。まあ、表記で言ったら300ですね、初当たりは。あ、じゃあどうしようか。店長、弾抜いてください。310発取れま ました。店長、弾抜いてくださいあ、溜まってた、詰まってたすぐ抜いてください。もう流しっぱなしでええような気するけどな、はい、
じゃあ、シャアはね、今350、まあ、とりあえず3発当たりました。そうなんですよね、ここから。気のせいです。気のせいってないの、ね、通常説。とりあえず巨人がストレートで4連敗で、日本一逃したのでよかったです。いや、これは巨人ファンからしたらちょっと切ないところですけどね。ちょっとパリーグ強すぎるね。いや、満点。え満塁やったんですけど、ね、満点ってない満点な満点わかりました、それ流行らそう、満点くっそ満点やったんちょっと間違えただけやん今日はあの私以外に突っ込む人3人ぐらいいるからねきついわ1対3になるでめっちゃ野球詳しい満点おもろいね満点ホームランマミさん、マミ、マミ、マミさん当たるじゃんこれも当たるマミさんは当たるマミさん当たらへんわマミさんは当たるやつこの3日で何度緑保留見たかってむちゃくちゃ多かったもんね一番当たるやつ阪神関係ないやろ呼び入り関係ないやろってなるけどねまあでもちょっとソフトバンクだ3年連続は本当すごいなと思いますねはい満点ワロかいや満塁で点入ったら満点っていうらしいです、ね、あそして略してそう略して満点くそいいやんじゃあ流行語作ろうや満点ああの日々のポスター印刷以来の回覧に使わせてもらおう満点もうそれ見るたびにクソって言われてまだ使いやがるって言って満点の、はい、いやとりあえずハレ君当ててくれよってね緑当たってたらね本当に当たるはずやったんですけどねおかしいですねね、とりあえず何出てたっけな赤のねソウルジェム保留でも 4分の1ぐらいやね当たりねまあそんなもんでしょうね5割あるって聞いてたけどそこまでじゃなかったっすねちょっと待ってなんか起きてるなんか起きてるってどういうことキューベイの目光ってる上なんかある上右あすらあすら気のせいすらあすら気のせいってないやんよかったさあ、シゲ店長が今ラッシュのねいやちょっときつそうっすね緑、青、緑、緑早く入れてもらっていいですか上からお前まず当てろお前早く入れてもらってお前ねこのままあの逆に310発で終わったらどうしようと思ってるんですけど弱いなえ、牛島君は窓マギは打ったことあるんですか窓マギ前作は大好きやったですあ、思いますかじゃあ演出的には大体わかるかなって感じですかね大体わかる感じですね、もうまあ街としてはその悪魔ホムラ背景かな。それまだ見たことないですね。そうそうそう。であとは魔法少女集結カットイン。これなんかちょっとね絶唱っぽいようなのガンツのフラッシュみたいな感じのね。前作は結構変わってるんですねもう。そうですね演出が若干増えてますね。あとゼブラ柄かな近景予告。ねはいまあ、あとは新劇場版リーチ。くるみ割りの魔女で当たればラッシュ濃厚らしいでね。五割強はい。この辺が出たら、ちょっとドキッとするところかな。単発はゼロに戻ります。昨日やったらこの時間で単発当たってたけど、その後ハマったなぁと思ってね。キューベの目光っても全然ダメだよ。関係なかったよ、ね、関係なかったっすキューベの目光ってたから。めっちゃ光ってますそうそうそう。スロットやったらだいぶあれやったけど。そうそう、パチンコはね、なんかあんま意味なかったっすね。あるやつなんかなぁ思って。あとはあれよね、上のキューベが出てきたらね、熱いっすよね。いいですね。はい。出しましょうか出すの無理やり、まあ、もぎ取る出るけどで明日の朝は晴れさんがそこ埋まってるんでしょ埋まってるだってキューベ出したからさもう代わり入れとかなあかんよ晴れヘッドそうそうそう晴れヘッド誰も歌えへんいや分からない逆に面白いかもしれないねそれ気のせいだよそれ当たらないよイライラしてたまらんなお前全然当たらんやないかとか言われます。目くり抜いた星ぶどうつけといて。星ぶどう。まあまあ、星ぶどう面白い。食べよるんちゃいます、うん、山形から見てます。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。区間中毒者です。あー、これでやばいですか、店長。弱いですね、もう。と見せかけてないね。と見せかけて大阪市からこんばんは。あれご頑張ってねーと言われますんでね。はい、ゆきちゃんも頑張ります。頑張るあ、単発終わってしまった。単発でした。反逆。反逆の物語ステージ。ハレさんはここで転敗すれば当たるかな。ごめん、何そのシンクロ。多分どっちもガセっぽいけどな。いや、当たりますよ、これ。僕のは当たりますよ。僕のも当たります。バリすぐに当たります。はい、わぁ、すごいなぁ、派手やなぁ。これすごいなぁ。棒読み感すごいなぁ。派手やなぁ。寝落ちする前にラッシュお願いします。こんばんは。
今日は姉さんだけで十分です。お先失礼します。お芝から見てます。ノーヒットの窓マギ3日目にして初当たり、うー頭が痛いってことね。いやほんまね、3日やってラッシュ入らんと思わんかったからね。今日ラッシュ入らんかったら時間速攻してて、あ戻る4日前戻るいい加減頼むぞってやってますね。まずまぎ当たりも遠い。京子当たりますね、これ。京子当たるやつ。よかった何回言うねん。よかった、当たるやつで。頼むキャラ放流当たるかい。ちょっと待って、店長の方がまだあれやで、ね。ちょっとチャンス来てるで。いや、もう疑似がちょっと足りない。そうですね。あとはもう、金逆襲まで行くしか。緑になった。くっそ。くっそってなんやねん。でも、いつもここからみたいなとこありますからね。さあ、牛島くんもね、今、連続動く。今んとこどうやろうな、逆者は、あ逆襲発動チャレンジ行きましたね。まあ気のせいですけど、気のせいやった試しないっすけどね。ねえ、絶望の緑に。お前リゼロ行ってこいって言われたいいっすか。ここは今日渡りますか。いやー、窓マギに関してはね、今日はちょっともう一応ギコ生では割と引き強い2人やと思ってるんですけどね。なんかもうこんなことを4日連続言うてるから、もう私もちょっと信用されへんと思うんでもう何も言わないです。いやほんま適当なことばっか言ってたらあかん。適当ちゃうやん。いやほんまに、やっぱそうやってちょっと言うとかなかんやんか当たるんちゃうみたいな。お、シゲ店長の場合は、わー逆襲行きましたね。何やってんすか。いやそこは何やってんの。今指導入ったね。爪が甘いよ。頑張ります。はい、さあシゲデージは2回目の当たり取れるか。赤ホリュー。赤ホリュー。当たった。当たったやつ。当たったやつ。風吹いとるか。風はまだです。まだか。ちょっと待機やな。赤ホリュー来たね。キューベが赤ホリューになってよ。そんだけ。そう。そんだけってない。こっからやな。こっからです。始まりはここから。一応左側ね、今切れ売り割りチームなんですけど、おこれ金、おキューベ出てきた。おっと帰れ、もう帰れちゃう。これで外れたらどないすんのキューベ。でも、まあまあ、赤よりいいですよ。ソウルジェムはいいですね。5割強。赤よりでかい。赤よりでかいってない。赤よりでかい。今左側が一応チャンス来ましたんで、ちょっと左側見守ってあげてください。ようやくスタート時点で。まだ風は吹いてないですね。もう吹かへんのじゃん。そろそろ来ると思うんですけど、ね、自分で吹いたらどう。ふぅキンキーンとかなるかもしれない。あ、店長の名前優先も金色でしたね。いけますかね。悪魔ホムラ。よし、お店長当たりました。これじゃん。それ違うぜ。違うね。違う、普通のホムラ。違うね。そうそう、普通のホムラ。違うやつ。あ、マミさんやばくない。今もここから。いつもここから。ほら、天井当たったで。あー、気のせいっすね、それ。単発で終わるやつっす。こらチームチーム何でそんな裏切んねん。マミさんか、ちょっと弱いかな。いや、赤文字のチャンスアップあったんだ、今。キューベ叩き寄ったわらわら。普通のホームラン。マミで終わりました。いや、終わらない。マミらない。赤ホールで騒いだ赤。マミらない。マミは絶望やぞ。いや、もう赤カットインで、マミらない、これはもう。ストーリー行ったらまだいいっすね。当たり前、もう、風はまだ。風はまだ。風は。発展した瞬間ぐらい。あ、そこそこ発展する瞬間。ここここまだもう吹いてないとおかしい。もうそろそろ今度ね。そろそろ吹く。プププププププってラジオ。あ、まだまだで、お前か。お前また変えてくんのか、お前。解き放ってごらん。解き放ってごらん。そう、ハレさん、こう、汚れが溜まっとるから。帰ってきた方が帰ろ、お前。帰ろ、お前。押した押し込んだ。でも、ストーリーリーチだった。あ、マミさん行きましたね、ストーリー。さあ左側が熱い展開ですよ。マミ絶望。まびられた。630発です。630引き継いでました。はい、早かったですもんね。引き戻し9回転。弾抜いてもらっていい。怒られてるぜ。弾抜いてもらっていい。さあマミさん当たるかどうか。当たるに決まってるでしょ。赤よりでかいんですよ。どういうこと、どういうこと。赤ホリュー、赤よりでかいホリュー。それソウルジェムホリュー。赤よりでかいホリュー。赤よりでかいホリューですか。そう、これね、一応その雑誌見たら 5割強らしいんですけどね。この赤よりでかいホリューですか。あ、そうそうそう。言いにくない、赤よりでかいホリュー。まあ慣れてくるかなと思いますけど。あ、まあ当たったらいいわ。なんでも出てきた、出てきた。赤よりでかいホリュー。それ多分動向バーカー。これでドーン。
え、当たりではない。当たりではない。これは当たりではない。ない。まだまだ全然。チャンスアップ。まみられんといて。まみる、まみる、あ、まみる、まみ、まみりたくない。まみた。まみた。ちょっと。まみた。ちょっと。まみりたくない。逆よね、まみられたくないやん。いや、まだある、まだある。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 すーっと。あ、そう。やっぱり外れるよねーって言われて。今から、今から、今から。知ってたよってね。55パーと35パーってもう外さに外れる。赤よりでかい保留、昨日、明日から使うわって。あー、また流行語2つ増えましたね。満点と満点満点はやめて。赤よりでかい保留。満点はやめて。赤よりでかい保留。あ、一応、ゆきちゃんの台もちょっと荒ぶってますね。荒ぶってる荒ぶってる。いや、でもなんか、見で終わんねえけどな。見で終わる。義父堂々は何が熱いんやろちょっとね、ちょっとあんまりわかんないですけど、ね、乳銀さんやから、やっぱゾーン、なんちゃらゾーンに入ったらいいんじゃない。なんちゃらゾーン、あ、極みともゾーン、うん、金色演出、キセル予告、男たちの使い道、まあ、キセルあるんや。そう、キセルあるんですよ。キセルあるんや。なんかテンパイオンがね、もう刑事やったのがちょっとね。そうですね。赤来たよ。気のせいですね、その赤。赤は来たけど、その赤だけは。なんでその当たり、当たらさんとことすんの。残念ながら。まあ一応ね、逆襲のシャンに関しては、シンフォギアで例える人がね、非常に多いんですけど、まあ一応、響きちゃんぐらいのね、そうですね、ランクかなと。あ、3連続リーチ。やっぱり外れる。アレさん、さっきのはリスナー全員外れるのを知ってたで。なに赤よりでっかい保留ね。あ、やばいやばい、4連続リーチやって。すごいわ、俺、すごいわ。いやいや、当たってへんやん。4連続リーチはすごいわ、俺。赤、響き来たーってね。もう体勢ができて外れても何も思わんくなってきた散々見てるからね、外れてきた。そうなんや、あれ全部外れてるで、その予告ってね。赤よりでかかったのにな。まだまぎほんまにドキドキがなくなってしまった。結構やばいな、でも演出バランスで。いや、まあ確かにすごいですね。なんかね、まあ、まあ前作もね、赤保留やったらちょっと不安っていうのも多かったけど。金が熱かったっすよね、そうですね、金とゼブラかな、うん、ゼブラもまあ、まあ、1回も出てないもんね、まだね。さて、じゃあここでちょっと仕留めときたい。仕留めれると思うじゃないですか、うん、仕留めれると思うんですけど、それ気のせいなんですよね、実は。あ、何してるんですか。そんな言うから何してるんですか。なんか外した。当てとかなあかんとこじゃん。何してるんですか。え、まだでも青で当たる可能性あ、そうそうそう、最後ね、うっかり全体の期待値としてね、うっかりしてたと。はい、あと、マナマギはボタンブルブル予告もあるんで、それが絡むとちょっと熱いみたいですけどね。ボタンブルブル、そうそう、あと先読みでね、あるみたいなんですよ。え、シンフォギアみたいな、多分ブルブルってパクったってことですか。こらこら、今もうどの機械もついとるがな。ついてましたね、ついてる。すいません、ついてました、すいません。ついとる、ついとる。今日もラッシュどころが単発すら当たらないと見た。窓まぎやな、これね。当てましょう、店長、当て、店長、シャアより悪魔ホームランお願いします響き外れたってね。いやー、シゲ君ってね、ベヒモス、ユキちゃん舐めたらあかんってあの人、脅威の引き持ってるから確かにね、北斗も、まあね、2回やって、リベンジで、万発一気に出しましたからね。すごいな北斗8の方がセブンより勝ったやんとかね、なりましたもんね。この短い時間の間に。そうそうそう、ほんと1時間ちょっとで、あれすごかったね、前回。まあでも今日は。こっち来てちょっと緊張してるから出るかな。緊張してたん、ゆきちゃん。なんかもう、ホームみたいな感じだけど。もう一番関係ない言葉ですもんね。美味しいな、美味しいや、膨れる。緊張って美味しい。あー、断髪。何やってんすか。何やってんすか。まあでも600玉ぐらい持ってるから。そうそうそう、600玉持ってるだいぶリードしてる。いや、ほんまやで、ほんまやで。ゼロに言われたくないよね僕ボタン押したんで200玉ぐらい出てますけど、ね、まあ一応見せ場としてはね、牛島くんが一番見せてないけど。何してるんだ何してるんだ。びっくりするぐらい静かっすわ。そう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 。まあ晴れさめで赤保留はちょっと違う違う、赤よりでかい保留、赤よりでかい保留訂正しとくっす。はいはい、630玉で勝ちが一番おもろいもうみんな雑魚やん。みんな雑魚やん。これほんま泥仕合なりそうだ。泥仕合やばい姉さん、晴れ閉めといてって言われて、あそこの配信店どこやった言われて。お前店長の台は初当たり早いから単発掛け抜け2回偶数設定です。あ、なるほど。初当たりを重ねていくなるほどな。パターンで偶数設定やったやん。それおもろいな。おもろいわ。4日間同じ気配がするけど、牛島君仕事頑張れ
リアルなやつそれ。いや、わかるよね。でも、不調台を、まあ、この3日間見てたら、やっぱ緑保留の変化がむちゃくちゃ多かったんですよ、窓バギ。今ですら4回ぐらい来てますから。でしょ、はい、だから、案外、その、保留変化が少ない方が、一発ね、こう来るかもしれへんねえと話になったんですけどね。え、なんでその適当な話で。いやいやいや、だってもう保留変化しすぎやろってぐらいしてたからね。あのこの3日間のあかんない、統計上、そうそう統計上マジで緑ばっかり見てたっていうコメント多かったですからね。しげさんの代 A タイプやんね。そうですね、ちょっと早め早めで。そうですね、A タイプ。え、ピラミッドアイ。もう打ち通ってしゃあない。ピラミッドアイって聞いてた。店長2連単だけ、切り売り割り出ない店なんですかって言われてる。やばいさ、あれさ、ほらほら、頑張って。これはちょっと僕らの引きが足りない。やばいさ、あの、ほんとね、人間設定っていうのはありますよ。人間設定出た。いや、ほんと、この3日間、不調台しか見てないんですけど、というかね。初当たり回数対決なら嫌だな。だいぶリードしてる。いや、そうだね、ほんまや。もう2回やから。まあ、まだね、ちょっと時間ありますので。まあ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 、岐阜もね、まだ。ライトミドルなんで当たる可能性ありますし、あと2時間半ぐらいあります。そうやね、はい、よかったよかった、ありがとうございます。みんな帰るから休んでね。いいですか。いいですかね。どうされやろ、ピラミッドアイ打つんやろ。当たり前ですね。はい、虚しくなってくるの多分。ピラミッドアイとリゼロを交互に打つ。めっちゃもうあれや、自分満足放送持っていって、お前や、持ち目なら作って、お前や。ピコちゃんでハズレース全部見れるかもしれへんってね。ゆきちゃんが当たらないって、キレ売り割りって相当やばい店なんですから。引きです、引き。まだゆきちゃん緊張してる。そうそう、ゆきちゃん緊張してる、腕だからね。緊張してんね、緊張してる。そうそうそう、嘘つけ。もうハレゴット引いてこいよ。いいっすか。ゴット、ゴーアン、はい、ゴットあんま好きちゃうね。あんま好きじゃない。リゼロがいいもんな。リゼロがいい。マイホーは今日初日で1回当たって1300ハマり入りましたで、ね、昨日も3000ハマってましたよね。3000はね、そう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 、あのちょっと昨日はね、私らもまあもう大台乗るまでに当たるやろうと思ってたんやけどね、もう何の何のストーンっていきましたね。はい、そんなきついんやろ。言うてももう確率はね、別に他の台と一緒ですね。そうそう、一緒ですね。ミドルはミドルですから、まあまあもちろんその確率の中ではハマることももちろんあるので、ね、あれなんですけど、あ、ゆきちゃんこれどうなん、今ちょっと緊急上がらなかった、金やけど上がらなかった。あ、残念、上がってたらあれですね、多分。うん、いやでも多分チャンス的な感じのところへは行ってるけど、上がってくれなかった。上がってくれなかった。上がれ、まあ、気のせいなんですけどね、それ気のせいなん。当たりそうに見えて当たらないやつなんですよ、それ大体もうそればっかりやね、ほんまや、気のせいばっかりや。さあ今のところ出玉を獲得しているのはしげ店長の630発なので、どうにか1000発超えましょう。ちょっとだいぶしょうもないよ。やばいな、ちょっと海行きましょう、海。え、太鼓の海行きましょう。太鼓面白いですね、はい、とりあえず今日ラッシュ入らなかったら強楽にガチで苦情入れようと。いや、あの営業中はちゃんと当たってます。ほんまにね。あと放送中だけ激弱、放送中は激弱。綺麗売り割りに奇跡も魔法もないのかしら。結構当たってるけどね、昨日も今日も。いや本当に、おととい、あ、昨日49回ついてますから、49回やね。今日こそ当たってくれと祈っといたから。そうやね、それがなんか知らんけど逆襲のシャアの方に行ってしまいましたね。俺が売ってた方が良かったんじゃない。ちょっと何言ってるか分かんないです。今度の休みに窓まぎ打ちに行こうと思ってるんですが、放送見てると怖すぎて打てない。いや、あの営業中のデータ営業中はちゃんと、営業中のデータ見てください。放送の引きがね、ちょっともう雑魚っていうことです。はい。630枚やったらいいよね、メダルが。あれ今日スロットでしたよね。メダル、そう、メダルやったらよかった。そうやね、ジャグラービッグね、2回分ぐらいかな。これは全員罰ゲームフラグが立ちそう。ジャグラーも打ちたくなってきたな。嘘やん、ジャグラー打ちたくなってきた。あ、そう。いやー、ちょっとキューベがね、ちょっと出てこんの早すぎたかもしれへんね。ちょっと早かったですね。ねえ、もうちょっと後でもよかったね。あと風吹いてなかったんで。まあ風吹いたらね。いや、このままだとラッシュに入るまで、マノマギ以外の配信は許されない空気になってる。いやいやいや。もうだから今日で一旦ちょっとストッパーしたいんよね。えぐ。さすがにちょっとしんどいな。お、ストップした。おっと、姉さんが当てちゃう？今ちょっとね、岐阜がチャンス来てるそうなので、通したら結構レンチャンがすごいから、
ラッシュ入ったらやばい。そうですね、一応まあこの4台とも後継続台にはなるんでね、ラッシュ入れば。めっちゃわちゃわちゃなってるやん、ギフ。そうそう、ジャグのビッグの音楽聴かせて、ハレさん。ジャグラいいですか、ジャグラ。いや、ハレさんはキューベ押し込んだからや、間違いない。やっぱそれや、ただの役物この子。店長、このままだと週末お店に行かずに天皇賞にお客さん取られてしまう。いや、別に天皇賞に立てるとは思ってないですよ。正直、正直。まあね、まあでもキラヨリダにテレビありますんでね、よかったら休憩中にテレビね、見てもらって。いや、まあでもそんなにこう群がって見てる感じはないので。まあ確かにね、この辺ウィンズが近くにあるわけでもないんでね。確かに今日の大人間設定ですか。いや、もうね、この放送中はもう私は人間設定しかないと思ってます。319余裕って言ってたけど、まだ当たってないね。いまだまだ始まって5分ぐらいですからね。それが気のせいや。いや、ほんまに、あの人だけ時間戻ってるもん。ピコちゃんで、ね、窓際お蔵入り決定ですかってやつ、ね、いやいや、やってもええねんけどな、やっぱな。あ、ちょっと待って、ストック、あー、これガセ今のハレ君のやつもストックあれ2個溜まったら熱かったんけどね。何の話？いやいや、出てたやん今なんか。マミさん、マミさん、じゃあ京子とさやから出てきとったやん。お顔が出てきた。ほっ、ファンファン言うてる。ユキコ当たる。あ、ちょっと緑保留大丈夫？うん、怪しい。怪しい。保留だけ怪しいのは。怪しい。怪しい。キセルも絡んでなかったもんね。赤字やけど怪しい。いけるよ、ユキちゃんイケメン好きやけど、どうこの、あまり。竹野内豊でしたっけ。あ、竹野内豊か。もう大好き大好き。大好き。イケメンにはね、優しいから。呼びました。なんか飛んできたね。やばい。早当てて。三京都乳銀はいい台、白目。外れは何度でも繰り返す。緑弱いか。ゆきちゃんも緑保留やんって言われた。うちのゆき子は当てるんで、緑でも。あ、なるほど。剛腕やからね。剛腕なんです。はい、残念ながら気のせいなんです。気のせいばっかりやな、ほんまに。残念、残念で仕方ないですけど。星4つやで、ギリギリ足りないですね、4つやから。アイアイが落ちた、外れた、アイ落ちた、アイアイアイが、あの冬ソナみたいにチャラララララ、チャミリリリ、勝手に演出作ったね、あの人。剛腕、あ、復活、ふざけやって、やばい、ゆきちゃんすごいわ。ほらほら、やばいよ、やばいやん。ゆきちゃん勝手に演出作ったけど。自由に復活させられる女。すげえ。あららら、ゆきちゃん、あららら、すごいじゃん。はい、ありがとうございます。当たった、当たった。じゃあゆきちゃんもボーナスの後の何出玉表示だけちょっと教えてください、全部消化したら、はい、さすが、俺はゆきちゃん信じてたよ。いやいや、ポラリス振ってきたやん。ポラリス自分で演出作るの面白かったけどね。今日のサムネが来た。産業と乳銀いい台やなって。確かに今ただただあれやね、シャーとでも今のインターアイとかシャラララシャラララ。ちょっとユキちゃんにあれやろ、開発に加わってもらいたい。シャラララン、絶対流行らへんね。意味わからんもん。何番だよ、3、どれにします、これやな、それいきます。さあ、ここからゆきちゃんもラッシュ入るかどうかですね。これもう1人入ったらやばいんじゃん、入る気しなくなった。窓脇頑張れよ。ゼロ打ちたいっすね。お前らほんま。頼む、当たってくれ。いやー、一応これで4ラウンドのあたりかな。4ラウンドやったら何発ぐらいやろ。2発ぐらい。7000発ぐらい出ましたか。減ってるやん。300ぐらいかな。400発ぐらいか。じゃあまた200発リードしてるってことですか。それだって、ハザタビ2回取ってんねんもん。よかったー。200発はリードしてる。もうそろそろ終わりっすかね。あんたは様でやろうが。やっていいならほんまにやりたい。ピラミッドアイ朝まで。何回当てられるかみたいな。ほんまやな、もう。はい、じゃあ400と630。まあこれね、ゆきちゃんがね、ラッシュ入れば。だいぶひっくり返るっすもんね。はい、赤がなかった。この時って打たんでも大丈夫なやつ？もう、保留が全部溜まってるんやったら。あ、電柱サポート終了。
あ、じゃあもう止めて大丈夫です。はい。まどまぎゅうとゆきちゃんって。ゆきちゃんって当たる。よっしゃ。そんな気する。あ、ね、このあたりで目が覚めた。そんな気ラッシュ入るかや。加熱具待機してました。またサムネがまどまぎじゃないのかって。いや、おんまげ。岐阜でポラリス振ってきた。あの二人がまどまぎや言うから。そうそう、剛腕やから、ね。だって当たると思った。当たると思った。当たると思った。京楽、そろそろ拭いてやるか。でね、風。ここシンフォギア最終決戦。赤がなかったってね。ハレ君、プライベートで打ってきていいよ。カメラ、後ろに置いとくわ。多分打たへん、ね。リゼロっすか。え、ピラミッドアイじゃないの。あ、ピラミッドアイか。うん。行く行く。罰ゲームは、ゆきちゃん以外の人で自腹で、豊中みなみの真似して、まどかとほむらのネンドロイド作ろうぜ。それおもろいな。ネンドロイドな。あれ、でも結構なお値段するみたいですからね。これはちょっとやばいぞ。やばい。じゃあ次回。確かに青青すもんね、うん。いや、これあのシンフォギアやったら青でも当たんねんけどな。そうですね、まあまあ、あの当たる時も全然ありますけどね。だいぶ静かや。音量下げてますからね。そこ？音量下げてます。自分のボリュームも下げとったらな。ほんま。いや、姉さんはラッシャー入るから大丈夫やってね。まあ、窓紛れももしかしたら当たるかもしれんけどね。かもしれんってどういうことですか。え？いや、よっぽどちょっと出来悪かったらもう選手交代になってもええかもしれへんでな。3機は音の設定ぶっ壊れてるからね。まあ1と2の間が欲しいかなと思いますね。牛島、お前もっと大騒がせろよ。めっちゃ静かこの子ね。え、なんかあのガセな演奏多いんやけどね。わーい、終わっちゃった。ゆきちゃん当たった。ゆきこ、うん、外れた。残念。やばいな。まあ選手交代するで、するで、あの全然やってもらっていいんで、そこはあの打ち合わせしてください。あらしょ。あれこれ、え、玉なし。え、目玉なし。残念ながら。なし。残念ながら。残念ながら。残念ながら。そうなん。いやいや、出玉あるでしょ。400発ね。400発、初当たり分。あ、そういうことか。いや、窓かの2人全然あかんやんけど。窓マギの当たりまだ。窓マギ以外でもラッシュ見れへんとかすげえなって言われた。全部ラッシュ見れへん。全部ラッシュ入って。なんやろこれ、 A タイプみたいな。これむしろマイマイさんが悪いまであるんじゃん。なんでやねん。マイマイさんが見てるからみたいな。いやいや、じゃあもう帰るわ。あ、帰る帰る。パソコン置いて帰る。明日引き取りに来るわ。断髪ばかり。こっちであと頑張る。お前や、お前や。 630vs400 ドロジア。おい、ほんまドロジアよ。やばいぞ。いや、わからないですよ、まだね。まだね、まだね。わからん、わからん、本当に。まだあと2時間。ほら、ゆきちゃんのダイブもまた荒ぶり出したね。また連続予告今発展しますけどね。いや、もう晴れはリゼロで。晴れ、早く満点ホームラン見せてくれよ。やめてくれ、やめてくれ。やめてくれ。そういうことか、4回とも出てるし。今からリゼロいったら無理やろ。だって、200ぐらいは回さんとダメでしょ、今から。何が無理なの。やばいや。何が無理なの。当てれる。別に8時まで時間あるじゃん。朝の8時まで。いや、それは君だけの話で。みんな帰るから。あ、そうかそうか。3店舗の呪いが。近所の窓まぎ3台寝台で入ってたけど、大当たりゼロで1800ハマってた。あ、えぐいな。いや、まあでもミドルは本当ありますからね。あるある。じゃあまいまいさん帰った後に、ハレさんが回転機コーナーお願いします。朝まで機コーナーで。あ、いらっしゃいませ、そうそうそう。ちょうどカメラ片付けながらいらっしゃいますよ、ね。あ、やばい、それめっちゃやばい、それめっちゃやばいやつ。来ました、来ました。さっき赤保留になってよって言って、それボタン押したら赤保留になったもん。なるやつですね、ほんでこれ。なるやつ、それ。当たりました。でも結局外れるやつ。当たります。気のせい。そうそうそう、このキューベはね、ガセが多いんですよね。で、あとキューベボタンがあれば、あ、でもキューベボタン右上におるから、うん、待機。おーおーおー、帰れお前。こらこら。キューベ出してあげて。キューベ出てきてた今、隣の。わかんの、勝手に出てきたら。あ、やばいやばい、出てきてた。多分そうそう、キューベボタンおったから。やばいやばい、ありえる、ワンチャンある。これ来ましたね。いや、もう帰れ。ゆきこ、当たったよ。ヨタン頑張って。OK。 風吹く。仲良くないですか。仲良くないですか。まみってるんで、まみってるんで大丈夫です。まみってるんで。さあ、窓子まで来ました。キューベ召喚してくれってね。キューベまた待機してますよ、これ。いや、いいですね。もっともっと待機してほしい。恥ずかしがり屋さん。恥ずかしがり屋さん、いらんわ。こ
隣のキューベルマン。え、でもめっちゃ待機してるやん。そうそう、待機ね、これ多分リーチ中に来るんでしょうね、きっと。あ、当たりました。魔法少女、どうやろうね。教頭とか、うわ、さやかやばない、大丈夫？行きます、行きます。え、さやかあかんの？さやか、あ、ここで使うの？今？あ、保留ね、紫ちゃん。あ、赤保留。やっぱ赤なんや。赤保留になってよ、言うてたもんね。ねえ、でけ、あのでっかい保留ならへんの？赤よりでかい保留になるけど。この後なります。この後なる。風は風。また外れてこれで当たらんのか。風まだ。今年たち。風まだ。さやか、どう？やばい？え、それってもしかして解き放ってご覧みたいなのなるんじゃん。解き放ってご覧。キューベ来ますね、これは。あ、ちょっと待って、キューベ来てる。キューベ来てる。でも、やったー。さっきと違うキューベですよ。よかった、キューベ出てきた。さっきと違うキューベ。キューベ、 キューベ何体かいるみたいなね。風は？お前、あの光ってるね。風はないですね。あ、ボタンピヨンピヨン言ってた。気のせいです。さやかリーチやばいか。さやかってマミよりオワコンやと思う。え、ちょっと待って、何もない、何もない、何もない。ないやんけ。何もない。何もなかったよ。何やねあのキューベ。よく怒るんやね。みたいですね。赤よりでっかい保留なかったなぁ、ね、赤かっぽい。絶対ないやんそれ。何してんの。ボタン、最後のボタンがちょっとちゃうとか。絶対ないやん。まあそうっすよね。まあそうっすよね。まあまあまあそうなるわ。何一つドキドキしなかったやん。ないやろなぁ。いや金色じゃない。キューベモグラじゃないやからってね、エマレ君がもう風呂入ってくるよ。みんな俺も入りに来た。4日連続でやって赤10回ぐらい出て1回当たるか当たらんかぐらいやね。10%や。そう、1、2回当たった感じだ。そうやね、当たったん1回だけやもんな。確かに1回やね。赤ホリはよく来たけどな。 10%。 ワクワクしない台は打ち手は辛いだけやな。確かに緑、夜行ったらね、まあワンチャン。夜？え、緑保留来てて、はい、夜の御嶽原ゾーンが止まって、あ、もう止まって、ありがとうございます。ありがとうございます。風は、風はまだ、風はまだ、風はまだ、まだ、風はまだ。いやもうそろそろ金来ようぜ。赤色、そ、すごく赤色。すごく赤色。信じてるって言ってたじゃないか、赤色。ちょっと待ってからすでに4日経ちました。先輩してボタンで悪魔ホムラは出てこない。ラッシュってついた。ラッシュって、おお、これ当たったらラッシュですけどね。ただありがとうございます。ありがとうございます。おい、風吹かせ。風やったね。緑やで、大丈夫か。風はまだないですね。まだか。チャンスアップもガチで言うと今回演出バランスがね、赤保留はある程度の信頼度欲しかった。もう緑でオワコンなんだよな、ハレーって。なんか前作ユミみたいな。あ、そう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 。まあもちろんこれも途中で色ね変化するんですけどね。お、当たりましたねこれは。いやいや、マミさんやで大丈夫か。マミさんだぜ。どうもすいません。あ、すいません。そうそう、これラッシュのね、こう図柄になっちゃうとハードルも一つ上がるもんね。あ、多分そうですね。70% あるでしょ、70%。ホムラゾーンって熱いですか。ホムラゾーン来た。ホムラゾーン、ホムラゾーン言っていいですか。お願いします。まだ当たってません。はい。いや、でも雑誌見たら3割やるらしいんですよね、さっきより。30%。 今日が初めてですね。おめでとうございます。二人で慰め合っとるやないか。あ、紫。何チャージってこと。これ多分でっかい保留なる。あ、でっかい、でっかい保留。紫。赤よりかは小さいでっかい保留。あ、これは当たりじゃないんですね。違いますね。これは当たりじゃないんですね。え、これまたまみられるんですか。そうそう、まみられるって言われた。しかし、まみられたくない。まみりたくない。まみりって。ま、あれ、まみらんかったで。まみらん。まみられる。まみらんかったけど。ゼブラとか金保留来てから騒ごうって。ストーリー行きましたよ。お、ストーリーいた。ストーリーマミさん行きましたわ。出た出た。またマミさん好きやな。マミさん行きましたよ。むちゃくちゃ好きやん。マミいるぞ。キューベ行きましたよ。やばい。ハレ、ハレさん、またキューベ叩きするから。うちのキューベ出ますから。出てくる。出ました。入れた、入れよった。押し込んだ。すぐ押し込みますんでね。マミさん来たよ。マミさん大人気やな。お前らマミられるの好きやな。またパクってされちゃうじゃん、マミさん。かわいそう。マミなんかオワコンって言っただろう、牛島。
ほんまに窓間際何度でも繰り返すやな。いやすごいね。まみるのはお菓子の魔女だっけ。もうその雑誌は捨てるしかないと。全国販売してるで。そんな 70% 低い決まってるってね。でっかい保留は、紫は絶対なるらしいよーと、ね、なるほど。最低ライン。そうそう。赤、まあ紫以上ですね。で、赤が5割強。で、金になるともう一つ、まあ7割ぐらいなのかな。はい。キューベモグラ。昨日はさやかばっかり。今日はマミさんばっかり。またトラウマリーチ。その雑誌苦情入れなあかん。いや、いや、だって雑誌とね、サイトもやっぱりやと。完全ではないからね。あ、でも赤。そう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 。そうまあ回転数もそんなには回してないやろうしね。おっと、もう、なんかこの、これ、ようさん見たで。リプレイ、リプレイ。デジャブっすね。いやいや、もう。まみってましたね。すごいな、まみさん、まみられる率やばいな。でもよかったじゃないですか。お、なんか来た？当たるじゃないですか、それ。これ来ましたね。なあ、それ来ましたよ。なんかスロットエース来た。よかった、スロットエースはね。スロットエース緑保留やね、多分。すぐ当たりますからね、それ。またまみられた。期待してなかったら安心して。タイマー来ました。タイマー来ました。これ連続予告3回でしょ。さすがでございます。当たったよ、ゆき子。まだや、まだや。どうせ緑や。晴れもスロー窓まぎで何回も食べられたやろ。マミさんが食べられる前にレバー叩きますけどね。ルフラン並みに跳ねる。もうリスナー全員知ってる。それネクスト3回や。そして緑。みんなめっちゃ演出詳しくそうそう、もうね、あのこんだけやっぱ一緒に見ていただいてるとね、もう分かるよな。さっきのより弱いやん。そうそうそう。また9。タイマー短いな。また9。もうリスナーは知ってる、ね、マミさんのが一番えぐいからもう出さなくていいよと。白タイマー30秒台って弱すぎるなぁ。あれ秒数なんですけど、そうそう、99秒が当たりなんやね、確かね。まあ長ければ長い方がいいんですけど。赤緑何もないみたいですね、これ。マミさん、どんだけマミさん好きなんや、みんな。今日はマミさんの誕生日みたいな。いや違うっしょ。別の店で売ってんのにこんだけそうなるってすごいほんまに。ネクストタイマー終わってるってね。タイマー99秒来たら興奮していいよ。確かにね。店長、僕気づいてるんですけど、店長何も来てないですよ。いや、君らよりは当たってるから。弾は取ってる。ゆきちゃん、あれやったら、あの、牛にまくと変わってもいいよ。変わる。変わります。変わる。僕で当てれる子じゃないっすわ、この当てれる子じゃない。当てれる子じゃないっすわ。契約できひん、キューベート。そうそう、剛腕、剛腕、ゆきちゃんが、もう最後、リリーフで、抑えて出るかも。していいですか？対抗する？いや好きなうちやもん。え、いいんすか？好きな。あ、変えて変わってくれた。好きなうちや。好きなうちでいいや。よかった。何打つの？え、ピラミッドアイス。ほんまに打つの？あいつアホや。アホや。カメラ持ってきたいけど。カメラ無理や。音声だけでやんのもな。それでもメダルまた換算していくのがめんどくさいじゃん。シンフォギアでデモ画面出してから打つオカルト打法をやってみて、ああ当たるかもしれへんもんな。確かに打っていいよ。これあ行く？あこれちょっと待ってあれなんか、なんか私なんか点滅してんの見ちゃった。これこれってあれやな、必殺のやつやな、もしかして。元々のおなかしやるこれ。まあ大選びが成功してる。あ、そうやね。誰も気づかへんかったもんね。この台すごい打ちたいな。あ、ちょっとね、でもマドカの変が来てます店長。今そうですね。あれ、ハリさん変わってからあれじゃない。ハレホリューやね。ハレホリュー。ハレホリュー。いやまあ変化してるだけなんでね。気のせいか。気のせい。でもマドカやけどな。ちょっと待ってよ。魔法少女になってほしいんだ。ちょっと待ってよ。でも、ま、窓かは暑いですよ、ね、窓かいいですよ店長。いやまあ、ハレ君が引いてるんで別に僕は何も思わないですよ。これは一応あれって紫のでっかいホール来たわ。これ辺
当たったら彼氏に売ったらいいじゃん。え、僕が入れたやつなんですか。あ、そう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 。俺一発も売ってないです。すみません。あの人ずるいずるい台見つけたけどね。え、僕これ売っていいっすよね。ちょっと待って、ちょっと待って。デタマバトルでこれ売っていいっすよ、ね。これは汚ねえな。汚いっすか。汚いとかちょっとわかんないですね。ちょっと待ってや。え、ちょ、天井の台がね、ちょっと当たるかも。まあ、僕の台ではないですけど。まあまあまあ。ピピピピと。ちょっと待ってよ。おお。まあ、ハルさんの台やからな。え、当たったんすか。ハルさんの台じゃないんで。当たったんすか。ハルさんの台やから。当てたんすよね。当たってないよ。当たってない。え、しょぼく終わっちゃった。完全に残念やつ。しょぼく終わっちゃった。じゃあ僕ちょっと今から出玉出していくんで出玉出していくんで、出玉出していくんでよろしくお願いします。あいつずるいわ。よろしくお願いします。これでもすぐ転落引いたもん。いや実はね、もう無理だ。逆にな。ちょっとね、カメラセッティング今していってるんですけど、なんとハレさんはね、お残し台を見つけてしまいました。やったぜ、ラッキーだぜ。あいつほんまずるいわ。ラッキーだぜ。よかった、もういいですか。いやでもちょっとそれを期待するわ、その。もういいですか、もうしますよ。え、ちなみに今これ何年の台なの。8連中ですね。8連してますね、これ。もう、ね、あの、ずるい、ほんとずるい。めっちゃ出てるやん、うらやましい。ずるすぎる、ハレさん。はい、これね、あの、今カメラ切り替えましたけど、自力じゃないですけど、お残しを発見しました。いやもう素晴らしい大選びでしたね。はい。はい、いや大選びかどうか分からない。大選びが素晴らしく、はい。まあ確かに誰も気づかへんかったら。確かに環境は一緒だったんでね、みんな大選び。確かに。まあ僕今日働いてたんで好きなんですけど。あ、ちょっとゆきちゃんチャンス来た？店長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 早く早く九兵衛早く早く九兵衛。こら。こら。危ない。そうだ、無理やり。よかったゆきちゃん、それ夜背景まで行けば、はい、あ、いいよいいよ、ゆきちゃんの台がいいよ。またあの方ですか。また剛腕来た、ま、た今夜背景行ったしね。保留変化、緑はやめて。お、紫行った。紫そっからどこに行くか。マミさんマミさん、マミさんはやめて。逆者楽マミさん超えたよ。京子。お残し。だからキューベ壊したあかん。でも今回夜弱い。2割3割かな。彼はその代わり当てれば当てるほどマイナスやぞと。お残し出た分だけポイントマイナスでお願いします。足かせかすごい。一発で終わる。一発当たったらもうマイナスやからな。当てへんかったらプラス 5万やで、5万。どういうことやねん。さあ、ゆきちゃんの台は8点。まあ、ここからね、今紫保留なので、まあ、ここからあの赤、金、ゼブラまで上がれば。まあさっきキューベ出てたんでね。いやキューベまあ出てたんでちょっとチャンスはチャンスですね。入りましたけど紫怖いよね、ちょっと怖いね。あと7回転で終わりますよ。もう落ちてたんじゃん。落ちてたんすかね。多分今新花受け時2打ってますけどね、ハレさん。これもし続いたらやばいよな。確変ってことやろ。あ、赤ですね。ランクアップ。まさかの過去編を残し引いて即終わり笑うた。あ、死んだ。うわえ、刑事死んだ。刑事死んだね。絶対相手なってもさあ、ゆきちゃんの台もあかんかかったか。あかんな、硬いな、今日もガード硬いわ。終わった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 。うん、ハレさん。終わった終わった。何をしてるの。お前何しとんねん。お前何しとんねん。もう早くちょっと他の台見つけて打ち出す。ハレやばいって言われてんねん。やりよった、やりよった。期待値をっただけだもんね、期待値を。はい、なんかそうやな、消化しきっただけ。そうそうそう、期待値を。なるほどね、立ち回りとしては間違ってない。よし、次何言うとくかな。次何言うとくかな。ほんま、デナム稼ぎに行こうとしてる。お前、晴れ最低やぞ。いやー、すごい終わったね。
要するまあシンフォギアとかもありますけどね、ハリさんの好きな、別にまあシンフォギアは好きですけど、アニメは好きじゃないですよ。どういうこと、大が好きってこと、大は好きです、スペックが好き、スペックが好き。じゃあシャオもいいんじゃないの、シャオは嫌いなんです、嫌いなんかよ、はい、絵がダメらしい、あー、まあそういうことね、シンフォギア行ってもいいんちゃう、ヨウタンも変わらない、ヨウタンちょっと当ててこようか、うん、当てて、はよ早当ててごめんな、ちょっとシンフォギア、シンフォギアやろうや、シンフォギア、あ、二人シンフォギア行くの、わ、うん、かりました、結局全部並び、ほんまや、並びなっとるやん。じゃあ一個ずつちょっとカメラ動かします。俺シンフォギアめっちゃ得意やね、僕シンフォギア早いですよ、あ、さやかちゃん早いとかないなの。これ発展したらあれっすね、熱いかな、ケンちゃんみたいな、ストーリー行くんかな、じゃあこっち行く、誰推し、誰推し、シンフォギア、響きですね、もう響き、信じられへん。信じられへんことないで、信じられへん、信じられへんことないで、響きちゃんはあのお尻がいいっていう人多かった、あ、分かります、分かります、ありがとうございます、ケツがいいって言ってた、え、ハレさん誰推しなん、分かんないです。は僕これどっち側おった方がいい、左側おった方がいい、まあいいよ、うん、左と右で、じゃあ牛島さんはこっち側おった方が、はい、お前結局並びなってるやん。結果こうなりました、ね、うん、それは並びが一番ありやわな。じゃあシンフォギアはまあ当たるでしょう、199頼むよ、ありがとうございます、え、いいんですか、1時間とか売っちゃって。そこは店長と相談して、早かった、ごめん、おめでとうございます、1回転で当たってるわ、ほんま、明日これ簡単やわ、これ早ない、簡単やわ、早ない、はい、じゃあこれで窓曲げとシンフォギアになりましたね。なぜか。はい、うるさいわ、うるさいわ、何してない1でええぞ、1でええぞ、サンキュー、うるさいが1でええぞ、この曲好きやけど、はい、こんな感じで、全部台変わりました。うるさ、全員変わってるから、最初言ってんの、え、店長、まだ当ててないんすか。俺はもう2回当ててるから、そっちにも役職組で頑張ってるんだ。うまいや、これゆくちゃんやな、はい、私も1回は当ててるから、僕らいやいや、ほんま当ててないわ、泥試合ひどいわ、天弟子の海、天弟子の海、すぐ当てましょうか。まあ確かに太鼓とかのがね、分母は当たりやすいかも、まあ、当たりは取れるのと安定はするっす、そうですね、太鼓も信頼ですもんね、やっぱり、うん、まあ、確かに太鼓も信頼そうやな、はい、とりあえずシンフォギアに変わりました。結局アニメ半径なってもたな、全部。確かに。それで、一応、ゆきちゃんが持ち玉、まあ、表記では400発。で、天井が630なんで。すぐやん、すぐ追いかけれるやん、やばいよ。久々ななんだかんだで、シンフォギア。パチンコランキング。1位630。見たことないわ、そんな。本当に。まあ、今日は一応ね、あの窓ばぎは2台固定で、あとの2台は自由に動いて出玉を稼ぐっていう放送になってるんで、まあ、あの移動は全然好きにしてもらって大丈夫です。はい、まあ、あ、赤保留、店長赤保留、え、赤って小さい赤です、小さい赤、小さい赤、小さい赤ダメっすね、いやいや、こっからやろが、小さい赤ってもう当ててない2人罰ゲームやなって言われた。いや、そうなるよね、下手したら、下手したらそうだね、罰ゲームケーキワンホールって聞いてるんですよ。いやいや、それもうご褒美やから、まあ、しんどいですけど受けるしかない、それ食べるしかない。、まあ、ローソン行ってこうてこいもん。プレミアムロールケーキ、また手紙来ちゃいました、手紙来た、手紙来ちゃいました、ガセ手紙ちゃうもん、当たりましたね、これ全手紙やったね、熱いね、残念ながら手紙で当たりましたね、これ残念ながらないよ。確かに、でもまあこれでもし当たったら、ほんまにあの牛島くんだけ当たってないから。もうそろそろ当ててもええんやでって。ちょっと弱いか、ハリさんは。じゃあまあ弱いですね、弱いね、やっぱりマミさんだね、なんか多いっすね、やっぱね。店長の代も今マミさんで、多分発展は濃厚でしょうから、マミるんすか、マミるんすか、あとまた店長、エンチャーアウトって言ってるけどね、こっからそのハレさんが言う赤いでっかい保留に変わればね、もうちょっとこう赤でっかい保留ね、流行ってん。赤保留は今日だけで3回くらい出てるのかな、3回目ですね、3回ですね、また、まあ、リーチがあれやな、またいやいや、もう
何回も見たよこれ。ほんまに当ててーだよね。当てたい。ゆきこなんかスタンバイしてるよ。うん、スタンバイしてるね。おっと。誰がスタンバイやあれ。お、はい、青色。さやかちゃん。青色のホームベース。怒られんで、ね、ほんまに。マジで。これでも誤解ないよねとかね、あのマドマゲの女性キャラの顔の輪郭がまあホームベースに見えるってことやね。そういうことですね、はい、別にディスってるわけじゃないディスってるわけではない。あー緑か。いやーないっすね。ケーキじゃなくてペヤング超超超大盛りの激辛マックスやった罰ゲームやな。え、ご褒美です。ご褒美3回どころじゃない。なんか暗なった店長の画面。暗なったレインボーで引かれへん。なるね。暗なった電源切りましょうか。電源入り切りましょうか。一旦切る。一回入り切りする。彼は今日何言っても当たらんような気がする。当たらないんですね。3回どころじゃない。でもそんな僕でも、そんな僕でもピラミッドアイ打てば必ず当たりますからね。まあ、あれはそうだね。40分の1枚満点ホームラン早く。やめてやもう。もういいやんか。忘れてや。マドマギもカットインだよ、ね、いやーさあどうやろうね。もうこれはなんかシンフォギアが当たるか当たらんかになってきそうな気がする。放送じゃこりゃ。放送の趣旨がやばいな。ちょっとほんまにタイトルはもうシャモシンフォギア。ケーキとコーヒー。ケーキとコーヒー。ワンホール。ワンホールないから。プレミアムあの何だっけロールケーキあのローソンで買うとこうか。足りひん足りひん。そんなこと足りひん。それハレさんが足りひんだけやないか。ゆきちゃん金とゼブラ粉そのぐらい空気やからって、ね、そうなー。あー 23.5% 増えましたね。 23.5% 何のそれ何のハレ展開次第。展開次第。それ展開次第ってよう聞くやつやね。これ展開次第。スペックの変更承認をしようと。ゆきちゃん3人に股間配線してね。3人でもしげてんすよ。俺当てたのに入ってんの。入ってる。なんか入ってる。お願いします。いやいや綺麗売り割りがダメな店なのって言って俺らは何を期待して窓まぎ売ったらええのって。ゼブラゼブラだけもう信じていいのはそこだけなんだ。1杯50玉で氷園に言っといて放送前に仕込めって言っといて。30 32.4%。 試写購入して 100% ありがとうございます。あこれあでも7までいったね。これいったな7ね。オッケー。シンフォギアはしゃいでええのこれ大丈夫。7ね。いや窓まぎちゃうかった。7ね。ちょっと弱ない。ちょっと弱いな。まだですこっからです。ほんま多分手紙からすごい言葉が。あまあまあデカノイズな。すごい言葉って何。すごい言葉って何やろ。パトランプとかあったよね。あ愛とかね、それ以外にすごい言葉あったから。錠剤洗浄と先盛りぐらいしかちょっと思い浮かばない。まあ絶唱もあるけどな。でっかい赤ゴリュウ。でっかい赤ゴリュウ。でっかい赤ゴリュウ。じゃあちょっと先盛りさん弱いな。五五もないもんな。まあ 27.2%。 そんなある？ないっすね。1割ないやろ。ことはしょぼいのしかないぞ。五金の食パン粉でそのまま食べたらええよ。確かにお腹いっぱいだけど。いやーシンフォギアもちょっとガード硬いね今日。当たりもラッシュもないんだよ。まだ5回転ぐらいしか回してないですよ。手玉630おもろ。シンフォギアすぐ当てるって言ったのに。でも楽しいですけどね。売ってるだけで。それはな。ええよ楽しいのはええけどな。おいさよなら満点ホームランいつ見してくれんの。やめろやだからもう。もういいやろ。コメント来てる。使う使う。いやもう全然使うやろ。明日から使う。明日もう言われる。しっかり使っててもらおう。31日は最後に当たらなかった店の店長に謝罪会見お願いします。パシャパシャパシャってフラッシュ体験。もうシンフォギアカメラ消してラジオ放送やろうと。当たった時だけでもあの嘘の演出でワーキャー叫んで当たったとか言うかもしれんけど。いやーす窓曲げお願い。ラッシュお願いします。それこんな重いと思わなかったな。すごいっすねでもで土下座1時間お願い。あ、なんと赤、なんと赤 42.2% それ何の解析値な。晴れ解析値 42.2% あ、それ赤いやつやん。それ 12.5%
レバブルあったら分からへんね。でもないっすね。 12.5% っす。まあ199当てれへんのはもう論外。そのリーチほんま当てたの3回ぐらいしかないの。まあ十分です。3回いきます。ある？あります。あります。ただまあでもね、あの復活とかあるもんね、たまにね。復活入れたらあかんわ。ディレクターどうなってるんですか。エース違うもんそれまた。いやー、押してまいるボタンやったら当たりやからな。もしかしたら押してまいる来るかもしれへんね。嬉しいです ね。 SCA ダメ、赤文字やって初回だけ期待する SCA じゃないか。そう、あれデフォやもんな。デフォデフォ。最初ちょっと熱いかなって思ってまうもんな。 SCA は復活待ちやからな。ここで当たるのはほんまに少ないよね。よっぽどもう濃厚な時ぐらいじゃないかな。おめでとうございます。え、まだ分からへんね、影の身バッチリ。おめでとうございます。まだ当たらん。いやもうほんまそれ、その演出だけほんま言ってほしくないもんな。ほんまに言ってほしくない。なんと赤な、 SCA いらんよな。ほんまにいらん。199当たらんのか。 SCA 白黒が出るの。ゆらんであるからあれ言って外れもんな。そうそうそう、もうそれほんまあの外れパターンやな。ほんまに4日かけてこの台あかんで証明になってもうた。そんなことない。そんなことない。いやー剛腕、今日はもう絶対ゆきちゃんおるから大丈夫って私は思ってたんやけど。じゃあね、ゆきちゃんやっぱ最初から打ってないからやね、きっとね。あーね、あれか、牛島の呪いか。呪いが。まだそれは一心同体なんで。一心同体。なんか一心同体すごいな。ちょっとあの気分転換に台吹いてもいいですけど。あのおしぼりお持ちしますけども何の意味もないと思う。気休め。だからオカルト、オカルト打法ちょっと今こそ炸裂させな。俺はミクさんリーチが一番いらんよって言うと、ね、確かにあれはもう絶望にあれよね、導くリーチやな。窓曲げはないの、オカルト打法。どうなんでしょうね、窓曲げ。オカルト打法、オカルト打法な。だってシンフォギアやったもんね、前やりましたね。まああれはあの最終決戦の時にね、あの手出し打法をやるとか、なんかクリス打法をやるとか、こうこだわりを持ってる方が非常にシンフォギアは多いんでね、それでいろいろ試させていただきましたけどね。ただそれでほんまに当たるっていう。そうそう、当たりましたもんねあれ。手出し打法当たっちゃったもんね。いやまあもう窓曲げに関しては通常時なんでね、まずそう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 まずそこなんでね。いやもうほんといくら熱くてもミクさんは終わってしまうと。630対400って何かのクイズ番組ですかね。ほんまやな。一応出玉なんだけど、ね、630対400対0対0いやほんとにもう底辺の争いやで、これ底辺の争い。これやばいなほんまに。窓間際キューベ出てきたら頭叩いて帰れって言うんじゃないの。いやそれするから当たらんのちゃう、逆に。オカルトみたいなステージだね。まだねえ、まだねえね。お目目ちょっと光ってピコって出んとね。どうなんすかね、あのキューベ出てくる感じって、あの冬サナのなんかハート役もの出てくる感じのイメージは思ってたけど、全然それより信頼度低いってことなんかな。じゃあだってさっき何にもないのにポコンって出た。伝統開始人ね、いきなり出てきた。なんかいきなり出てきて、まあ発展し、発展濃厚ぐらいでいいんかな。じゃあ窓曲げは万発出やすいけど、初当たりはむちゃくちゃ重く感じます。なんかいい音だった。あのね、期待してって言われてるでしょう。マミさん期待できないんですよ、本当。え、期待してってプレミアムボーイちげえわ。 10% ぐらいかな。優勝フラッシュ 10% ぐらいかな、今のこと。その回転であれか、期待してって言ってました、ゆきちゃん。なんか、ピロロロロは言うてた。ピロロロロロ。ハレさん、僕たちもキューベ叩いて戻してもいいですか。ダメです。ダメない。ダメです。あの優しく撫でてあげてください。期待してって、お前何期待したらええねんって、逆に聞き直したい。 AKB でよく聞いた。あ、確かにあのマユユとかのね、期待してって言ってたね。マユユフラッシュですね。そうそうそう、今日の出玉は小学生のお小遣いくらいで OK ですか。ねえ、ちょっと鈴芽の涙ですね。閉店前の30分でちょっと勝負して600発出てちょどましょっかなって感じかな。そうですね、明日用にしとこうかな。そう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 、まあそんな感じ。喋ってプレミアって海やないかというの。期待してと注目は殺意を覚えてしまうわけ。小学生の小遣いの方がもっともう取るわ。いやー、シンフォギアも確かにちょっと当たらへんじゃん。こんなもん駄菓子も買えない出玉やないか。
申し訳ございません本当に。シンフォギア静かな時むっちゃくちゃハマるもんねってね言われてますね。でも面白いな。シンフォギア。で、シンフォギアのデモ画面オカルト打法をやってください。でね、やってね。デモ出し？デモ出し。信じひんそんな。もう意地になってますよ。オカルトなんて信じない。いやーもうでもここまで当たらなかったらちょっと信じてみてもいいんじゃない？もう神にもすがる思い。いやーまあでもどうやろうな。保留変化やっぱ多いけど。なかなかあれやな、これっていうのが。なんかカス保留多いね。カス保留。お口悪いよ。お口悪い。ああ、ごめんごめん。カス保留。やめなさいよ。晴れと牛島おもんないやろ今日って。楽しいっすよ。めっちゃ楽しい。やばいっすね。あの、シンフォギア打ててほんまに嬉しい。幸せ。うん。生きててよかった。あ、出てきた。お、出てきた？出てる出てる。出てきた出てきた。あかんあかんあかん。ちょっとちょっとちょっと。なんや。ちょっとあのキューベキューベ入れないで。キューベが自ら帰っていった。いや叩かれる前に帰った。なんか気持ちよくなった。気持ちよくなった？しょっちゅうなんねんけどな。スタンバイ。ああ。スタンバイの音はね。キューベ叩け叩け。キューベ叩く前に勝手に帰った。さあ店長の場合緑保留からいいです、ね、店長熱そうやけどな、ほんまあれやな、ゼブラも見えへんね、ほんとね。 22.5% 何やねん 22.5% これ中にすごい文字書いてると思う。すごい文字、何何すごい文字って何何何ペヤング並みに帰れっていう。ほんと田島くんディスはすごいよね。あ、本当ですね。お、牛島いいぞいいぞって言われたけど。来てますこれ。あー、ノイズ、中ノイズ。18%。ありがとうございます。当たりましたよ。18%。解析値よう分かれへんわ。さあ、店長の代は本村ちゃん。本村ちゃん。本村ちゃん。ただ本村ちゃんの VS 魔女の方なんでちょっと弱いけどね。共闘もね、欲しいところですけど、ちょっと弱いよね、でもね。ああ、緑カットに、なんかもう最近がほんまあれやね、やっぱこれやね。お前の戦場はどこやねんって突っ込んでる。 5% 言われた。いやー、硬い硬い。ほんまに硬いもん。いや、発展もせえへん。発展もせえへん。ゆきちゃん、ゆきちゃんおこやな。うちの子怒ってるのか。ほんまや。ゆきちゃんおこやな。はいって。いやー、確かにシンフォギアもなんもないもん。ちょっとライトミドル勢も。グダグダやないか。やばいぞ、これ。僕ら二人ダメっすね、これ。でもめっちゃ楽しい。ゆきちゃんキリンカットインせなあかんかってね。出るかなキリン。ほんまや、ゆき怒ってるから。ほんまやで、プンプンやで。俺今日多分あと3時間打っても当てれる気せえへん。やめてくれる？時々あるやつ、ね。あるやつやね。今日はあかん日。今日はあかん日。何打ってもあかん日。でもそんな日でもピラミッドアイだけは当たる。当たります。うん、ピラミッドアイ。それで当たらなかったらほんまに面白いけどな。本物やな、もう。ほんまに。2人で1回ずつ当てに行きますので、当たりだけ当たりはとりあえずみたいな。初日ゼブラ引いたよーって言うんですけどね、もう4日間やってね、ゼブラはほんと1回も引いてないですね、確かに。いやー、今日こそラッシュやってくれると思ってた桐生龍割に期待してしまった、すいませんと。いやー、申し訳ない。今回からゼブラは消えてしまった。キュインキュインないの？キュインキュインやったらだってラッシュ濃厚ですもんね。あ、そうかな、あったらそうですね。そうそう。いや、その3時間打っても当たらん日ってハイエナされて大レンジャーの日やぞーって。やば、間違いない。リジさんってほんま空気やねって言われてる。リジさんは空気ですね。はい、悪霊退散、呪われとる今日は。死をまごかしよう。何言うとんねん。何言うとんねん。いや、ハレ君今日ちょっと頑張ってないからリゼロお預けやわ。くそ。それだけは。それだけは。ハレくんな、ほらもう、ほらもう、うちの子怒ってるんですけど。
ちょっとシルベンジョとユキちゃん代替わってみたら。それやる。そういうあれ、うん、そういうそっちでやってみたら。そうだったら変わります。あ、お互いに変わんの。お互いに変わんの。マノマギ疑似4があるらしい。それは大当たり濃厚らしいですよ。なるほどな。さあこれで一応台をね、台同じ台なんですけど台だけ買って変えてみました。何の意味もない。いや分からへん、分からへんね。でも何の意味もない。これやってしもたらほんまにハイエナ成功になってしまうからね。あのやれることやろうみたいな感じ。ほんまや。とりあえずやれることやろう。土曜のみ放送はお祓いしに神社行こう。いやー当たりはね、当たりはあるんだよ、本当にさ。まあ、ある意味記録になるよね、本当に。いや、ほんまっすね、ここまで当たらんっていうのはないっすね。人が変わると当たる打法あるあるって言われた。昔、行ってたパチンコ屋さんで、4個溜まったら、手離してこうやって拝んでるおばあちゃん。そう、やってみる？やってみる？なくなったらまた打ち払う。なるほど。あ、全部消化しきってからってことですか。時間効率。お前時間も時間がもうかかってしゃあない。誰がやんねんそんな。でも無駄玉は使ってない。あ、確かにね。確かに確かに。でもね、当たっとってんそのばあちゃん。ちょっとじゃあゆきちゃんやってみる。それ。いやいや今日はやめとく。やめんかい。やめへんのかい。まあね、デモ出しとかはまあやるよな。結構トイレ行ったりとか。何やねんスタンバイ。ラッシュ今んとこあんのかって疑ってます。あるから。3190分の1の台ですよね。やばいね。いやもうそれはもう怪獣並みのやばいやつやな。やばい。それでも1回当たったらもうあれよな、10万発ぐらい出てくる。高いよな。吐き出してもらうとこ。そうそうそう、怪獣やん。ほんまそう。そのすべて吐き出せる。ボタンマーク出たらゲンコスで5回いただくおばちゃんもいました。いや案外そのね、おばさまおじさまのオカルトちょっといざかなあかんかもしれへんね。ほんまに私はでもオカルト見んのでほんま海のコーナーしかちょっとなかなか見る機会がないんでね。ジャグラーもめっちゃ多いっすよ。あ、ますか。はい。どんな方おられるんですか。あのマイジャグのこのゴーゴーランプにメダル隠すとか。ありますね。ああ、うん、そうやね。でマイジャグのこのランプの上のここ2つにメダル置いてミッキーマウスって言ってる人とか。それハレさんでしょ。あ、そうっす。今持ったよね。シンフォギアはよくで何だっけ、あそこセグ隠し使ってる人多かったっすね、一時。ね、なんかそれぞれの推しのなんかセグ隠しをあれなんかな、作ってはんのかもらいはったのか分かれへんけどね。それなんかお守りみたいな感じで置いてる人多かったっすね、一時。今日隣で参考書見ながらパチンコ売ってる子がいて、さすがにちょっと笑ってしまった。すごいな。すげえな。どっちそれおもろいな。どっちに本気出したいんか分からへん。でも案外その頭に入るんかもしれないですね。なんかこう好きな空間で勉強するっていう。集中はできないと思う。僕は参考書捨てましたけどね。捨てるんかい。参考書捨てて右打ちしに行きましたけど。捨てたんかい。3190分の1で 50% ラッシュ入らないってやつですね。いやもうほんとそれ怪事やな。いやでもやっぱね、こう吐き出してもらわないとね、やっぱり回らないからね、てあの台としてもな。そうですね。うん。いやでもまあまあもちろんね、全員が全員こういい顔できるかって言ったらそうじゃないけど、それはもちろんね楽しんで帰ってもらいたいので当たってほしい。まあ、もうだいぶしわ寄せが来てるんじゃないですか。営業中に結構当たってるから、ほらもう。そうですね。それあれですよ。いやでもね、昨日とか一昨日もデータ履歴見たら、やっぱ連チャンの後はやっぱハマってんすよね。20連の後の、まあ、1000ハマりだったりとか、あとその10連っていうか、ね、続いた後のたまたまこうハマってるところとかね。全部気のせいですけどね。はぁ、あ、確率は常に変わらないんですよ。じゃあ当てんかい。当てんかい。199分じゃ当ててくれよ。お前うまいよ。お前当てれるかどうかはまた違う話ですけど。当てて、そう、確率は平等なんでしょ、みんな。当ててんの。僕には微笑まない。微笑んでないの。ハレに参考書の文字はないって言われてる。いや確実に楽しんで帰れないで、もう喧嘩始まるよね今から。全然楽しんでますけどね。あ、シンフォギア打てたから。はい、本当はリゼロが良かったんですよ。もうリゼロはええって。もうリゼロはもう今日はいいです。残念ながら。残念ながら、はい、
新本屋当たったらあれちゃう、行ってって言われちゃう。あとピラミッド打てって言われちゃう。当たってないもんな。ほんとソロパチンコ打ちながら携帯ゲームしてる人も多いですよね。確かに最近ね、携帯いじってる方多いですね。もうあれでも器用ですね。なんかパチンコはできんでもないけど、スロットでこう携帯ゲームしながら打つってすごいなと思うんやけど、ね、何がしたい止めなあかんすからね。そう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 。でも左手はもうずっと動かしてる状況。そうそう、すごいなって思うんですよ。早く満点ホームラン早く。もうやめてよ。もうやめてよ。ほんま当ててリスナーと契約して悪魔ホームランをお願いと。満点の時点で敗北やな。もうやめてよ。もう本当に。いやー今んとこみんな普通に売ってたら投資額いくらだってんやろな。やばいことなってる。こういってますよこれ。いやいや、まあ確かに5人ぐらいは1等かもしれんね。分からないけど700円は超えてます。いや今私来たとこやから。はい、来たとこやおじいちゃんおばあちゃんが必死でボタン叩いてる打法をお願いします。そうやな、あれもな、なんかこう手痛いような気すんねんけどね、見てたら。いらないんかなと思うね。う気合いでしょうね、もうね。怪我だけほんませんといてほしいけどな。ラッシュが先か、回転時間が先か、どっちですか。いや、もうほんまそのレベルの話よ。いやまあそら回転時間までの、ね、長い時間見たらそらどっかで当たるやろうと思うねんけどね。それもね、もう分からへんね、どこで当たるかは。いやいや、シンフォギアが当たらなすぎる。モンティアルとは全然回してへん言うてるやん。何言ってんねん。視聴者の喧嘩せんとってくれる。もうでも100は回ってっしょ。だから2人で今文房ぐらい。嘘つけ。2人で文房ぐらい。2人で文房。ほんまかよ。前は南国育ち打ちながら寝てる人いました。それ売ってないやん。パチ寝ててもできるけど、スローは寝ててできひんやろうと思ってもった。まあ無理かな、さすがに。そうっすね。その演出めっちゃ好き。その演出めっちゃ好き。こうなるやろ。いやいや、ガセやん。こうなるのが一番、うん、みんな最初からゆきちゃんにしか期待してないから頼む。いや、でもだんだんしんどなってきた。その期待がちょっと重たくなってきたね。まあ言うてもな、うん、まのまのまのまに関しては500は回ってると思いますけどね。行ってそう。まあ、ほぼ2時間経つ。そうですね。まあ、確率分母2倍まではいってないか。1.5 ぐらい。400から500ぐらい。え、てか、シンフォギアちょっとマジで動きないよね。なんもない。まあ、ただ、牛島区の台はな、カスの手紙が多いからさ。ちょっと A 台じゃないのかなってちょっと思ってしまうよね。オカルトやん、そんなん。オカルトやん。いや、ってユキちゃんもさっきカスしかけえへん言うてたよ。あれか、悪口言いすぎか、ごめん。おい、ハレ、刑事駆け抜けた、忘れてへんぞ、俺ら。忘れてへんぞ。忘れてましたわ、今。みんな求めてたやん。それ欲しがってたやん。当たったら当たったら言われる。そう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 。赤のイコライザー出てたけど、もう発展してしもたからな。いやいや、キレ売り割り、マジで大丈夫かって言われた。そう。綺麗売り割りが大丈夫かではなくて、そうですね、ここまで来たら窓かマギかが大丈夫かの話になってるんで。ほんまや、当たらない。絶対言うとあかんやつでしょ。だいたい先盛りてがる。京楽さんに怒られるから。もう窓マギに参りましたって謝ってんや。いや、ほんと、あの、キリがええとこでも、それが、その発言出たらもうタイムアップなるよな。一回当てたけどな。いやー、なかなか遠いな、ほんとに。まあ、もうせめて連チャンとは言わないで、とりあえずちょっとあの王道の当たり方っていうのみたいで、こうやったら当たるよっていう。そうそうそう。もう怒られると思って。今日の出玉は遠足のおやつ代で OK ですね。責任転換来た。そう、でもね、今日放送前に言われてたがね、今日も窓まぎってことはもう多分当たらないですよねってめっちゃ言われてたから。あの、それ予言当たってしまったからね。ほんとほんとちょっと怖い。もうじゃあ、まいまいさん、次も窓まぎって言うんですよね。お疲れっす。東さんに言うといてもらいます。氷園の東さんに。氷園でもこれか。氷園なんだやったかな。なんかもう前代回せとか言われそうやね。もうそのレベルでやらんと無理っす。いや、ほんとね、あの、キコーダの窓まぎクソやんって言われたらもうたまらんもんな。いや、ほんまに、ほんまに。いや、もうフラグ立っとるやん。いやー、店長、今日4人で2時間やって合計1000発って、それはあかんって。すごいよなー。
いやいや、一番できひんかった2人はちょっと文句言われへん。いや、マジすごいっすよね。こういうこともあるんすね。お前らほんま。いや、氷園前代無人君行こうってね。あ、もうその方がもうスッキリするかもしれない。もう逆に当たりますもんね。そう、当たったらうちらがじゃあ呼ぶから、ね、来てもらうってやつね。かしこまりました。はい、氷園にはこのメンバーにも来てもらおうと。エリア飛び越えてね。もうバドマギを維持でも当てるまでもう放送終われませんになりそう。ほんまに。でも氷園行ってリゼロ打つかもしれないですよ。お前か。リゼロ打ってたお前か。ありえそうやな。あつまさん、おうおうって言うしかないよね。いやー、まあどうやろうな、信頼が、まあ今月の信頼が一応な、まあ窓脇やから、いやー、まあなくはないと思うんすけどね、当たってないって聞いてるから。で、また、まあ、うちやったら大丈夫でしょうとか言うて、やって、また当たらんくて。まあ多分、大体どこの店舗もそんな感じになってくるんですけど、さすがに大丈夫やろ。もうそろそろ大丈夫やろっていう定義になって、打って、させしたって言ってる未来が見えるよね。ということで土曜日は晴れ来いよと。出張晴れが行く第1弾氷園。東が優しいから打たせてくれるはずや。エリア越えていこう。お前リゼロやろしかも。そこまで行ってリゼロなの。もちろんです、もちろんです。リゼロ打ちます。あれ頑張れって。そういえば当たるやろうって今日2時間前言うてたよね。いや、簡単や思ってたんですけどね。いや、ほんと、言葉気付けた方がいいよね。これ、どうやったら当たるの。今それを検証してる。そう、どうやって当たるか。どうやって当たるかの検証して検証中か。もう、ハレさんと牛島君、最悪、ライトのシンフォギアでもええぞ。へちょってきた、もう。もう、海行きたい。ほんまや。最悪、冬ソナの、天出島あるしね。あるな、冬ソナ。海で癒されたい。でもみんなこういうメンタルになんねやろね。もうちょっとそろそろやられたから、もう見行こかみたいな。まあそうでしょうね、もう。ゆきちゃん、どうやったら当たるのってリスナーそれ全員思ってるで。4日間。太鼓でもいいよ。永遠に玉入れ続けてたらいつか当たるはず。いやー、多いな、これ。確かに今から例えば検証でこうやってコンバギ3000回転ぐらいまで行く可能性もなくはないからね。全然あるっすね。まあ、確率論ですからね。そう、あるっちゃあるからね。ハレさん、リゼロの面白さ分かれへんねんけど。誰が言ってるんですかそれ。視聴者。ありえへんな。ちょっと教えてって言ってる。いや、まあアニメ見てください。スロットは別にいいんで。スロットはいいの。アニメ見てください。アニメ見たらスロットにお金使いたくなるんで。で、ゆきちゃんどうやったら当たるんやろう。リスナーはそう思い続けてもう4日目突入しました。いや、一回マジでデモ画面一斉に出せへんって言われる。デモ画面出してみる。デモ画面な、出してみてもええと思うで。デモ出しする。デモ出しやってみます。いやー、過去ニコニコ動画には7800ハマったミドルのアクエリオンという伝説の動画もありましたよ。すごいな。7800はやばいな。それはあれから家で回してはったってことなんかな。それでも7800はやばいな。え、僕デモ出したんでもう打っていいっすよね。出してへんやないか全然。え、出したよ。そうや、ほんまよ。回転してるやんか。じゃあもう一回止めるわ。見どころ出しといたらいいやん。じゃあこれもう押したら出んの。待ってたら出るんちゃう。でも待っとかなあかん。焦らんで大丈夫やから。なんかユキちゃんイライラしだしたからちょっとブラックコーヒー買うてこうか。ユキちゃん、ユキちゃんブラックのホットいる。俺イチゴのショート、イチゴのショート。店長、セコムの方が。セコムの人来てます。やばい。セコムの方がちょっとセットしてなかった。どうかされたんかなって。ガチのやつ。ちょっとバイク切っときますね。セコムの方来てた。ガチのやつやで。いや、今ちょっとハレさんのね、シゲ店長のあれはマイクは切っておきました。ガチのやつやで。あ、もういい？あ、来た。あ、でもこれバナマギ、これデモでいいの？もう僕ら行きますよね。もう僕ら。あ、シェフヤはいいよ。シェフヤはいいよ。おい、怒られとるやないか。ガチのセコム来た。防犯面でね。一応閉店時間はセットしとかんとあかんから。
こんな時間まで売ってるなんて思ってないからな。ほらもういいや、打つ、いきなり右打ち。セコムバでマドマギ心配して見に来てくれたんやで。大丈夫ですかーい。そうそう、え、ちょ、これセコムの人に打ってもらうって言われて。ちょっと呼んでもらっていいですか、ね、ちょっと、あれよね、ちょっと助っ人で、はい、当たったら当たってね、逆にちょっと湧くけど。セコムすげえ。そう、セコムの人ありがとう言うて、で、セコムの宣伝者帰ってもらおうか。守ってくれてありがとうみたいな。全部西陣が悪い。西陣何にも関係ないから。はい、あ、いけます、はい、いや、ちょっと待ってね、帰ってきた。おかえりなさい。よし、お疲れ様です。あ、デモ画面出てるわ。デモ画面出てた。あ、やっとね。はい、じゃ、ちょっと彼にはクローズアンドコーンポタージュのブレンドを飲んでいただこう。え、美味しそう。君、クローズやで。最初のクローズ聞こえてなかった。聞こえてなかった。クローズやで。普通にコーンポタ飲むだけやないか、それは。ただの美味しいやつ。お前で、クローズやで。セコムの人、久しぶりに見たわ。びっくりした。大丈夫やったかな。いや、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫。よかった、よかった。セコムの人もびっくりやんな。いや、そうやで。何やってんねやろうと思うよね。マシンが落ちるから。いや、ほんとびっくりするよね。完全に忘れてたな。そうっすね。完全に忘れてた。耳聞こえないですからね。もう聞こえてないから。そうやわ。電話鳴ってんね。そうやわ。電話鳴るもんね、普通は。そうや、そうや。店舗電話、そうや。でもおらんかったらええやもんね。はい、この時間まで売ってるなんて誰も思ってないですから。まあ、いやー、あの、ハレさん、久しぶりじゃん、この時間まで売つの。いや、ほんまに、ね、僕は嬉しいんですけどね。2時間放送以来やもんね。はい、いやいや、私もこんな時間までやってると思ってなかったよ。誰も思ってない。いやー、ほんまに。いや、今週はちょっとほんまあれやな、ね、やっぱ寝台の器怖いな、マジでな。取れなかなかったらやっぱしんどいもんね。まあ、雨デジとかにするしかない。寝台は。いや、ほんとね、あの、でも寝台もね、最近の台、あの、時短突破多いんで。あ、多いっすね。あの、時短突破するまで帰れませんとかやりますからね、普通に。全部窓まぎが悪かった。あ、じゃあ結局、じゃあピラミッドは打てば全部解決するってことですね。はい、あ、まあ、一応寝台やわな。はい、じゃあ50回転以内に当てれんかったらもう晴れさん罰ゲームになっちゃう。それはね、あるかもしれへんからね。まあ、余裕よ、50回転なんて。店長代わりに巡回しといで、とりあえず巡回。恨むなら窓まぎを恨んでくれって、ね。恨むとかは別にないんやけど、いやー、こんなに当たらんかっていうのはちょっと正直、ね、ちょっとびっくりやね。まあ、もちろんその、ね、店舗がそれぞれバラバラなんで、その総回転数は全然当てにはならへんねんけど、まあ2台打てたらどっちか当たるかなっていう、ちょっと軽い考えでいつも入れたんでね。いや、まあ1台とかだったらね、さすがに。そう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 ですね。50回転でピラミッド当てたら罰回避でええぞ。あ、当たった。おめでとう。当たった。おめでとうございます。なんかさっきもみたいな気がするんだけど。お腹空いて帰りたいと思ってた。当たったわ。よかった。じゃあ、あの、超ペヤング見つけてこうでこうか。お腹空いてよ。それレインボーですよね。ああ、そうです。これが噂に言うレインボー。ちょっと目悪いですね。ね、ちょっとレインボーに見えてんねんな。目が悪いか心が悪いか。お前ね、汚れてるね、本当に。ああ、いただきました。心が悪い。心が悪いってないね。響さんが落ちてきましたね。設定渋すぎるって。設定つきちゃうからこれ。何回も言うけど。それおもろいな。土曜も窓間際やったらもう11時から打ち始めなあかんな。いやー、もうやばいやん。案外ね、そういう時に限って早当たんねんね。あー、確かに。あ、もう絶対当たらへん。いや、ほんまそう。絶対当たらへん。いや、なんかね、前、そうそう、ガロやった時とかもね、あの、11時にちょっと仕込もう言うて、あっさり当たったからな。ワンチャンあるか？ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンあるってマジで。行くで。いや、ハレさん、でも新フォギア、ワンチャン、あ、これじゃあ、正ボーナスいくんじゃん。やったぜ。やった、当たった。いや、当たってんやん。やった。これレインボーちゃん。レインボー。これレインボー。青やぞ。レインボーで。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。え、レバブル来たん？よかったー。来てないですよ。あ、してないよ。レバブルしてる、レバブルしてる。おーん。まあ、嘘つくなよ。え、レバブルしてたん？してないですよ。してへんのかよ。ほんま人騒がせ。いや、青文字ですけど、しげ店長ワンチャン来たけど、ね、いやー、もうまたもう安定の安定の緑ね、緑ね。
まずはそこからみたいなとこありますから11時やったら店内掃除班おるやん。そうそう、掃除のおっちゃんおばちゃんたち出てるからね。今日のパチンコの設定はオール1って。いや設定つきちゃうから、マジで設定ないね。それマジおもろい、彼は死に戻りで2時間前に戻ろう。いいですかね。ありますかね。リゼロ好きやからな、死に戻り。死に戻りや、お前激アツやん。一回死んでみなあかんけど、彼は眼科行こうぜって。緑ワンちゃんちゃう、ノーちゃんって言われて。もう、まあ、確かにね、もう緑はほんま、あれやね、何もチャンスがないってことはほんまに分かったから。あ、なんだ、ゆきちゃんラッシュ、これ当たったラッシュやね。なんという音。え、まあ、なんと反逆の物語ステージっていう。一応これ、まだまだまだ。あの、反逆のリーチに、新劇場版のリーチ行くんやったかな。で、ここで当たればラッシュ。もう直行。ってことは当たりですね。いやいや違う違う。よかった。違うね。ちゃうね、この。ちゃうね、この劇場版のリーチも2個あって。ご飯食べれる。カスのリーチと激安のリーチがね。ちなみにこちらは。ちょっと待ってね。ざわ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 。あー弱い方やな。陽光。なんて。なんて。陽光。陽光。ナイトメアですね、これね。ちょっと弱い方やね。いや、でも分からへんね、でもね。これで当たったらラッシュやもん。めっちゃいかつい音としたもんな。ええ、かなりいい音はしてた。ゆきちゃんは黄色で北斗当てれるから大丈夫。あ、まあ、いけるか、じゃあいけるか。まあ、このリーチ、5分の0ぐらいですね、今のとこね、出てて。5分の0? もう期待値ほんま 10% ぐらいなんですよ、これ。でもそれ 0% やん。おうおうおう、5分の0やったら 0% や、ほぼ、ま、計算できひんの。違うわ、期待値の話しとんじゃん。お腹すいたからイライラせんといてくれるわ。ショートケーキ買ってきた。ショートケーキかよ。もう何でもいいんだってよ、頼れるゆきちゃん。まあそうだな、テンパイだけは、まあ、とりあえずもう当ててほしいっすね。そう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 、僕らもそこそこ回しましたね。いやいや、新フォギア何やってんのマジで。そこそこ回しました、ね、250。いや、ほんと新フォギア何やってんの。回してるんですよ。いや、当てて当てて。何言ってるんですか。当てて。え、デュランダル、デュランダル呼んできてよ、早く。呼んだら来るんやったら呼ぶわ、いつでも。新フォギア199です、ね。こっちも当たらへんの。何なんこの負の連鎖。やばい。やばいっすよ。これはやばい。負の連鎖、マジで。いやでもこれでほんまあれやで、ちょっと牛島くんかハレさん当たったら一人だけマジでノーヒットやからな。まあでもそれは運命共同体なんで。そういう。もう当たり関係ないっす。逆に牛島とあのハレはレインボーとか大嘘ついたからみんなにショートケーキ差し上げろって。いやでも僕は嘘ついてないんで、はい。今日当たったっけ。やばい、愛が足りてない。これがいわゆる貧困ループというやつや。じゃあギャル曽根並みのギガ盛り4キロくらい食べて。僕、小食なんで。僕、意外と大食なんです。おーおー。2人でちょうどええぐらいじゃん。いやー、デュランダブルも当たらんよねーって。4日間全滅。デュランダル結構当たるで。まあ、2分1ぐらいちゃうんかな。7割はないと思いますけどね。僕、7割は思ってます。早よ出せじゃん。当たるんやったら出せやよ。みんなイライラしてます。お前ほんまお腹空いてんねんって。みんなイライラ。ちょっと私ローソン行ってきましょうか。なんか持ってきましょうか。何時までやんねん。ほんまやね、もうみんな。お前おちゃん今週大スランプやんけ。飯買いに行ったらもうガチ。ほんまやね、もうちょっとご飯買ってこなかった。まさか店長の2連単が今日のピークになろうとは、ね、でも誰が予想したよ。確かに別に見せ場もクソもない。当たるのが本当に早かっただけど。逆にもうサムネあそこしかないって。開始10分ぐらいやんな。ほんまや、ほんま死に戻りしたいぐらいや。食パンでもええの、出前館呼ぼうぜって言われて。もう出前館もやってる店ないと思うけどな。時間的にね、時間的にね、そうそうそう。マクドナルド24時間やってるとこぐらいじゃん、近くやったら。マクド食べたいな。マクドね、お腹空いてきますね、その話したら。いやそういえばしげさんは今日のシャアの赤外してたから、あれが今日の全てやな。あ、まあそうですね、ラッシュ中のね、ラッシュの時の赤はちょっと痛い、うん、っていうか赤を格下げしすぎなんですよね、ガンダムは。確かにね、もともと赤が熱かったんですけどね。
サムネは岐阜の復活ですまあ確かに そうやな、寝台っちゃ寝台やからな。一応言っておくよ、日が明けて今日は10月24日の木曜日、平日なのえ何びっくりした、レインボーやわ、あーレインボー来ました。いやあの人も信用せえへん、まあ、あの人は信用せえへん、レインボーですわ、あの人は信用しない、嬉しい、キュンキュンになりましたよね、よかった、キュインキュインキュイン、何言うてんのあの人二人何してんのあれあの人2人上手ね、シフォンや何してんの今回はほんまにレバブルあったんやレバブルあったんやほんまに当たると思った、いやそれハマるで、ハマるハマる、やばいやばい、ほんまに当たると思って、ちゃんと外しましたねブブブブってきた、これ思ったもん、いや誰にも報告しないと自己処理しましたもんねあれ保険かけおったらあいつ当たらんかった時のためのMC なくなったらシュンシュン使わせる、いやーゆきちゃん頑張れって言われてるけどね、いやいやレバブルあったんかいって言われて、ちょ諦めるならそろそろかと思いますよそうやな諦めるならいやもう狼少年絶対当たらんからね、嘘ばっかり言うから誰も信じてないの草ってシンフォギアのレインボーなんて回せないですか、ね、過去変態もう落ちてないか大丈夫かって言われてるけど、探せばある、探せばあるか、ビューチランプついてないか大丈夫かあほんまにレバブル来た時言えよ、15分まで頑張って、そうっすね、あと3分15分まで頑張ってあほんまにそんなにいいんですかありがとうございます、最長や最長、合ってないやねん、もうそっちちょっと頑張ってよ、合ってないやねん、なんか見つけたん、あったどっか行った、あれ多分行きましたよねどっか行ったどっか行ったぞ、落ち着けに行きましたよ、ね、あの方15分まで時間あったら、あいつピラミッド行きよったピラミッド当てられるよかった、あと2分よかった、2分何回回せる、2分あったらいける、でもメダルの用意せなあかんで、音量下げてあいつほんまに生きよった、声だけで声だけで楽しめたあいつほんまに生きよった、自由人やな、音量下げたら分からへんこれ、せーボナちゃん発展時のレバブルは体感2割程度ですお前らにプライドはないのかピラミッドアイダル当てれるはずやそうそう、2分で何当てれんのかな、分からへんけど、土台何ゲーム回せるか、いやほんまに10、20、あと1分やね、あと1分当てれるはずや俺なら、お前ならできるはずや、音上げといてな、当たった時の音が、ボーナス確定って言いますわ、あ言う、あ当たりました、チャンスなのか、チャンスなのかそうだ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 、あれはほんまにピラミッドや売ってる、チャンスなのだ、そうだ、え、これ外れんの、もしかして、うそ、40分の1でこれ外れんの、ハレさんの台だけラジオ放送になってます何が起きてるか分からん、うん、よく分からん、よかった、はい、あ、また期待してって声聞こえたけどな、あ、キューベ出てきたけど、お、キューベ出てきた、さあ、シゲ店長、これがラスちゃんになるのか、今一応タイマー来てるのかな、まだまだ、とりあえずこっから、僕当てたんで、は僕当てたんで、ほんまに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 よ、誰か見に来てよ、じゃあ見に来てるわ、見に来てるわ、キレとりゅー、あ、そうなん、ボーナス確定ってなってんもん、そうしたとんや、やったんさやったんさ、ビッグレギュラー、おービッグボーナス、え、店長これありなんですか、赤保留来ました、お、赤保留来た、こんなん売ってる場合じゃない、お前そんなん売ってる場合じゃない忙し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 い、なんでこんなバタバタせなあかんの、忙しい忙しいあ、落ちた、いける、はい、あ、店長の台赤保留、え、でも赤よりでっかい保留ではないんですよ、まあそうやな、まだまだやろ、赤よりでっかい保留ではないんですよ、一応ゆきちゃんの台も緑保留の赤系の演出は来てた、だがさやか、あ、でも、シンフォギアも赤やから、連続予告3回は確定ですね。ありがとうございます。当たります。まだや、まだや。レインボーになったら当たりです、ね。さやかですけど、って言われた。なんか噛み合わんすね。なんかね、噛
肝心なところのリーチがちょっと悪すぎますね。何かが足らんというか。その疑似例のやつはチャンスアップですね。あれシンフォギア、シンフォギアですね。今あれちゃう、窓曲げ見てんちゃうみんな。教頭来れば当たりって言われるけどね、教頭がね今日なかなか出てないんですよね。あーカットインか。俺シンフォギア見てるから大丈夫。あ、見てくれてた。ありがとうございます。今でもワンチャンしげてんじゃんけどな。赤やもんな、これ赤ほんま確かに今日ほんまにゼロやね。4分の0になってる。あーもう赤わかんわ、もうわかんわ。え、お時刻は、お時刻はもう15分過ぎたね。お時刻はもう、はい、あーあ外れって言われた。なんかなんなんやろな、はい、こう人間、まあやっぱり熱いリーチいかへんのな。みんな集合、みんな集合やで。いやー泥試合ひどい。集合や集合。何を信じたらいいの。なんじゃこれ。いやほんと我々は何を信じたらいいのだろうか。俺でもピラミッド当てたから。あいつムカつくわ。こんだけ引きがダメダメな日でもピラミッドアイは12回転で当たる。確かにビッグ、ビッグやったな。やろ、あビッグやった。やっぱピラミッドアイなんやろね。それは知らん。世界は、世界はピラミッドアイ中心らしいわ。え、スロットを当てたらなんか出玉減るとかじゃなくて大丈夫かな。なわけないやん、出玉なわけないやん。アホ言ったらあかんねん。いやゆきちゃんだいぶ疲れてる。いやもう今日やばいね。やばい、みんな疲れた。こんなん打つ。ねえ、お腹すいた、お腹すいた。確かに。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと意地になりすぎた。なりました。さすがになりました。晴れ黙れって言われた。これでもほんまにやってたらほんまに意地になってこなしてんやろ。そうやろうね。いやゆきちゃんは意地になる派ですか。なりません。なりません。なりません。関西は窓巻き当たりませんと言われて、いやいや申し訳ないですね。ちょっと、ね、ちょっと炎上していただいたんですけどね、本当に。魔法のかけ方忘れちゃった。かわいい。何かわいいこと。かわいい。かわいい言うてる。昔は知ってたんかもしれないですね。昔は知ってた。でも明日また朝10時になったら思い出すと思う。あ、なるほど。かけ方ね。はい。まあぜひあの綺麗売り割り店のね窓巻き2台ありますんでね、ちょっとお客様に回ってていただきます。はい、我々では当たり引けませんでした。すいませんでした。すいません。ただ一応、手としては、対決として僕らの勝ちですよね。圧勝っすね。まあ、一応、圧勝っすね。一応、うち女性がいるんで、もうそこは。言ってる意味が。女子対男子で平均値ちゃん。平均値平均値平均値250、250、250。私400やから勝ちよ。一人勝ちみたいな。600が頭に200になるのよ。いや、ほんと、まあ、一応、出玉的には、キレ売り割り。まあ、てか、シゲ店長やけどね、一、まあ、人で、まあまあ。僕らの勝利ですね。はい、君は何をしてたんや。ピラミッドアイってました、ピラミッドアイ。ピラミッドアイ、どうしたらいいの。もうパンパンパン。裏技やん。お前、もう本番のチートやないか。チートやん。では、インターは、ゆきちゃんの、まあ、ギフトのちょっと単発でしたけど、はい。一応チームとしては切れ売り割りの勝ちということでしょうかね。ありがとうございます。そんなチームない。あ、そんなチームない。じゃあ個人戦だったよ。個人戦。じゃあもう一人負けっすね。僕ピラミッドアイやった。ゼロ。逃げ方えぐい。お前ほんまや、お前らって感じだよね。じゃあちょっと出番取れんかったもうだけ、ハレさんと牛島さんの負けで。なんでなん。なんでなん。そうやな、ライトミドルいやもう散々、しかも格変をね、こう逃した先輩も大きい。先輩でかいですよね、やっぱり。あれやらんかったらもうちょっと違ったかもしれない。何の話かわからない。すいません、リスナー一度、それでいいですって。それでいいですってやる。まあ、そうなるよね。あ、そうしようか、じゃあ。じゃあケーキ食べましょうか。食べへんちゅうね。ロスク立てます、うん、もうじゃあ、もうちょっと甘い。僕、ダージリン持ってきてるんで、いこう。バリュッと。もう時間、もう時間ないから、ちょっともうビリビリしよう。はい。じゃあもうビリビリします。何でビリビリって。お二人、お二人、もう一発で決まるから。二人ビリビリって。いや、牛島さんと、はい、ハレさんで。何のビリビリって。2分の1、2分の1、そう、電気のやつ。今、手汗びっちょりやで。いや、手拭け、手拭け、手拭け。手汗びっちょり、今。手拭け。感電しろ。あ、それで。じゃあ、それそこ、すみません、それもら、台もらっていいですか。じゃあ、これセットしてあげて。めっちゃ怖いですけど。指いける、指入れる。俺まだいい。あ、でも、ここで死んだら死に戻れるんで。あ、2時間前戻ってくれ。ここ ?1 番か2番。
好きな方で、ね、どっちかがビリビリするんですか。はい、どっちかがビリビリするなんでゆきちゃん参戦すんのゆきちゃん参戦すんの。これ入れたらもう、まあ、入れてあのルーレットスタートになるんで2と1電気ついてる押したいのじゃあこれこっちスタート。はい、じゃあスタート。めっちゃ怖い、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 めっちゃ怖い。まあリアクション上手やと思うから。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。どこ行った、どこ行った、2人どこ行ったの。ちょっとね、これ2人とも来るはずないで。どっちか来るの。ないんやねん。そうだよ。どっちか、どっちか絶対ええから。どっちか、どっちか、どっちか。じゃあもう一回、もう一回よ。じゃあもう一回、もう一回。いやいやいや。ほんまに2人でも来てくれたから。いや絶対嘘や。嘘っす、嘘。びっくりびっくりして、びっくりしてありやって。絶対嘘っす。絶対嘘。僕だけ来ました。じゃあ嘘か分からないから。じゃあもう一回、もう一回。もう一回来ます。1人ずつやったらええじゃん。一人ずつ。一人ずつ。ロシアルーレットみたいなの。お前。一人ずつ。絶対どっちか一人なんですよね。そう、絶対一人。絶対一人。絶対一人。めっちゃ怖い。絶対嘘やろ、さっきの。もうええけど。絶対嘘や。なんだ、ほんまに何だこの吉本新喜劇みたいなコント。おかしいおかしい。絶対嘘よ。バリ痛い。これもう許せ。いやー許せる。はい、じゃあご褒美、これどっちがいいか、じゃあお二人でどっちがいいですか。こっちこっちこっち。お前ちゃうわ。じゃあこれしげ店長とね、ゆきちゃんは当てた。選んでください。チョコ食べたい、はい、チョコ食べたい。チョコかグミか。はい、じゃあほんまに元気来た。え、ほんまに来ました、ほんまに来ました。ほんまに来た。これ絶対なんか不良品やんじゃん。ちゃうわ。ちゃうわ。一個入れてよ、ここ。一個入れてよ。入れてや。入れてやって何。入れて。入れてやって何。まだやんの。マサイさんも一回入れてこれ。入れてみ、入れてみ。人も来るから絶対。入れてみ。うん。これどこしますか。え、じゃあ、ね、あれでしょ、牛島さんも入るんでしょ。僕入らん。入るの。ほんまに。でも 100% 2番着てんだよ。いや絶対両方着てる。怖い怖い怖い、もう無理もう無理。やめ、こうんうんうん。来てへんよ、来てへんよ、マサさん。いっそ、どういうこと。来てへんよ。しかも絶対2番っていう。そうや。100% で2番もね。何のネタこれ。すごいわ。ハレさんやばいな。おもろいわ。嘘ついてたやん。あれじゃ、でんやってどう。びっくりしたから。いやおもろい。まさきさん来てへんやん。そういう引きは強かったなって。間違いない。いらんわそんな。はい、ということで本日はね、平野ゴード、キレ売り割りゴードでやらせていただきましたけど、はい、最後ではちょっとお店のお知らせがあれば教えていただきたいんですけども、よろしいでしょうか。はい、まあ動画ではこんな感じでしたけどね。はい、窓マギアの2台、はい、設置しますんで、はい、またぜひ遊びに来ていただければなと思います。はい、インターは窓マギがインターも2台設置しております。2台、はい、お客様がね打たれた場合は多分当たると思います。はい、我々の人間設定が本当に、薄すぎたということで、本日は申し訳ございませんでした。本当に申し訳ありません。ちょっとね、土曜日に関してはちょっと東さんと相談させていただきたいなと。思考を変えた方がいいかもしれない。いやでも窓まぎ以外考えられないですけど。るってなんやろ。まあまあ、じゃあまあね、その当てたいのはね、やっぱ山々なので、告知もしにくいなって。そんなことない。なかなかね、前もってほんまにやるというとですね。はい、いやもうそんなことない。はい、ぜひ切れ売り割り店ね、あとインター店とどちらも近いお店になってますんで、ぜひ遊びに来てください。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、このチャンネル次は、氷園店からの放送になります。うん、頑張れ。窓まぎ見たいよって
人がいたら、コメントください、ね、コメントもらって、はい、当たるまで行きましょう。いやいや、やらへんよ。よろしくお願いします。じゃあ、延長、大幅延長していただきましたね。大幅よ、この時、大幅ありがとうございました。はい、またぜひ、放送も見に来てください。じゃあ、こんな感じで終わりたいと思います。皆さん、お疲れ様でした。それでは、さよなら。バイバイ、バイバイ、バイ。いつも生放送動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。もし面白かったまた見たいなと少しでも感じてくれたらグッドボタンチャンネル登録お願いします。それでは明日も良い一日になりますように。またねー。